か誰にも本気となって呼んでもらえてないですよ、だ、せんせんせんと父も急いで悪感命じて言いました。それに一つより七つの方が数が多いから偉いんですよ、だ、父は続けて言いました。一に向かって胸を張ろうと、ケーキが一つ乗ってるお皿と、ケーキが七つ乗ってるお皿、さあ、一はどっちがいいかな。ケーキが七つ乗ってるお皿、一はうつむいて答えました。でもさ、少ない方がずっといいことだってありますよ。一は勢い込んで言いました。父に向かって胸を張ると、お尻を一つ叩かれるのに、お尻を七つ叩かれるのに、さあ、父はどっちがいいかな。お尻を一つ叩かれるのに、父はうつむいて答えました。でもさ、一なんか、スタイルだって、僕の真似信号ですよ、だ。もちろん、僕に比べたら、一の方は、なんだか、飾りが小さいけどね、と、父が、そんな声で叫んで、踏んだ、父なんか頭でっかちの辺でこったえて、父に比べたら僕の方がずっとスマートですよ、だと、いつも泣きそうな声で言いました。2020プレナスなでしこリーグ1部第9節を迎えています。アイナック神戸レオネッサ対セレッソ大阪栄レディースのゲーム、ノエビアスタジアム神戸からお送りしてまいります。11月に入って非常に気持ちのいい秋晴れの週末日曜日、早い時間からサポーターたちもこのスタジアムに詰めかけています。このゲーム解説はおなじみ近藤学人さん、実況村田雅でお送りしてまいります。近藤さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にサッカー日和というような天気、気持ちいいですよね。もう最高ですよね。僕もやりたいですもんね、ここで。もうやれないな。いや、ね、機会があったらまたキックインセレモニーなどでなるほどあるかもしれませんが、はい。さあ、なでしこジャパンの各世代のトレーニングキャンプが行われた関係、1週間空いたリーグ戦ということになるんですが、 A 代表かなりこれ両チームからね、いや多いですよ、メンバー選ばれてるんですよね。このメンバーをね、はい、このグラウンドで見れるってなかなかそんな機会ないと思うんで、レベルの高い戦いになりますよね、絶対に、はい。まあ常連にもなっている選手もいますけれどもね、アイナックでは伊藤美希が初招集、セレッソもこの脇坂が初招集ということで、今後が楽しみな選手も入ってきています、はい。さあ、ここまでのリーグ戦の順位表もご覧いただきますが、アイナックはホーム3連勝中、2位に順位も上げています。セレッソも昇格1年目、まあ2度目の一部挑戦となりますが、ここまで4位と健闘してるんですよね。かなりその戦い方が前回一部に上がってきた時とは変わって、なんか選手が自信持ってプレーしてるなっていうイメージですね。まあ毎試合なんか重ねるごとに選手も本当に自信をつけてるんだろうなというサッカーしてますよね。リーグ戦も残り4試合、まあ両チームそうですけれども、どういう形でね2020シーズンを締めくくるか、そうですね、大事な4試合になってきそうですね。はい。さあ、代表にも初招集されましたアイナック伊藤美希選手のインタビューもご覧いただきます。まあ昨シーズンに比べて結構こうフィジカル的なトレーニングを入れている成果もあって、こう疲労が残りにくい体にもなってますし、相手にこう体をぶつけられても負けない体作りっていうのはすごいできているので、毎試合すごいコンディションよく試合に臨めているなとは思います。しっかり毎試合安定してこうプレーできているっていうのがあるんですけど、まだ自分の中で課題はたくさんあるので、その課題に毎試合こう取り組みながら練習でもこうしっかりやりつつ、こう毎試合毎試合成長しているなっていうのは自分でも感じます。本当にこうレベルの高い中で毎日練習をやってきて、こうまあ、プレッシャーが早い中で自分がどれだけ判断を早くできるかっていうところで考えてはやっていたんですけど、思ったより
できないなっていうプレーも自分の中でこう分かったので、まあ、それをネガティブに捉えるのではなくしっかりとポジティブに考えてその出た課題をしっかりこうチームでやる中で、まあ、また一人のサッカー選手として成長して、まあ、チームの勝利に貢献する中で代表に呼ばれたらいいなとは思います。近藤さんもうーんと感心されながらね聞いてらっしゃいましたけれども。そうですね、やはり頭がいいですよね。考えてるというかしっかりサッカーに対して前向きに取り組んでるというのが分かるし、まあもともといい選手でね、かなりその気の利いたポジションを取れる選手だったので、代表いつ呼ばれてもおかしくないなと思ってた中での今回初招集だったので、まあ本人もねおそらくかなりたくさんのものを得て帰ってきてると思うんで、今日の試合相当なんだろうな、もう本人も楽しんで張り切ってやると思うんでね、一つ見どころだと思います。まあ、代表活動での経験をどうチームに還元していくかというところも、ね、そうですね、見ていきたいところです。はい、さあ今日のアイナック対セレッソ、今日の見どころどんなところにポイントを置かれていますか。そうですね、やはり伊藤美希選手がね初招集されて帰ってきてチームにどのような影響を、ね、もたらすのかっていうのと、やはり中盤で彼女がね、はい、もう走り回る、これ一つアイナックのまあ、戦術の一つになってるんで、その伊藤美希がどう今日の試合活躍ボールに絡むのかっていうのはもう本当に見どころだと思います。攻守両面で期待値高いですね。そうですね、はい、たっぷりこの活躍を今日お届けしてまいりたいと思います。2020プレナスなでしこリーグ一部第9節、アイナック神戸レオネッサ対セレッソ大阪栄レディース、まもなくキックオフです。
背番号10キャプテン宮口真奈。背番号11フォワード高瀬めぐみ。背番号9フォワード田中美奈。サブスティテュートメンバー背番号1ゴールキーパー竹中レイ。背番号5ディフェンダー三宅しおり。背番号15ミッドフィルダー坂口萌乃。背番号17ミッドフィルダー松屋理科。背番号28ミッドフィルダー八坂芽衣。背番号36ミッドフィルダー唐澄奈穂美。背番号14フォワード京田舞。そして強豪勝利に導くアザンギャルトエンジェル。光の国で新判断に一緒に戦っていきましょう。応援よろしくお願いいたします。プレナスなでしこリーグ1部第9節アイナック神戸レオネッサ対セレッソ大阪栄レディーズのゲーム新阪ダービーノエビアスタジアム神戸からお送りしてまいります。解説はヴィッセル神戸などでご活躍されました近藤岳人さんです。近藤さん改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。アイナックは現在3連勝中と好調ですけれども、この好調の要因というのはどういうところに見ていますか？そうですね、一つはやっぱり高瀬をね、前で使っているっていうのは、はい、かなり攻撃のバリエーション増えましたよね。はい、田中美奈岩渕がね、そこに絡めるんで、はい、攻撃の幅広がってるんで、そこは見てても面白いポイントですよね。で、3連勝のアイナックに対してセレッソも前節野島戦3対1で勝利。実はセレッソも無得点で終わったゲームっていうのが1試合しかないんですよね。セレッソはその、はい、アイナックより負け試合が少ないですよね。そうですね、同点がその分多いんですけど、はい、まあ、いい意味で粘り強かったり、はい、負けないチームにはなってますよね。8勝2分け4敗勝ち点が26のアイナックと7勝3敗4分け勝ち点25のセレッソ大阪栄レディスの対戦となります。まあ、セレッソも今日勝てばね、一つ順位上げられるというところで。そうですね、はい、ここに来ての初顔合わせとなります。この9節のゲームです。どんなサッカーになるでしょうか、楽しみです。アイナックのスターティングイレブンもご覧いただいています。
前節と同じメンバ ー、3連勝中同じメンバーで来ています。スタンボー森谷、西川鮫島、水野伊藤、中島杉田、岩渕高瀬田中、352のフォーメーションを予想します。一方のセレッソ大阪栄レディース、前節から1人を入れ替えました。 3-4-3 あるいは 4-3-3、 今シーズンは使い分けてきています。ゴールキーパー福永、田畑、荻窪、小山、井上、脇坂、宝田、林、北村、館と浜野というメンバーです。ここのところレギュラーで活躍していた松原が今日ベンチ外れています。主審は中本咲さん、寺岡大輔さん、福井映像さんが副審、第4の審判浅井貴弘さん、4人の審判でゲームが裁かれます。今日のピッチコンディションですが、近藤さん、本当にいいお天気ですよね。いや、めちゃくちゃいいですよ ね。これはもう選手もシンプルにやる気出ますよね、この天気だけでも ね、はい、ね。アイナックを率いるゲルト・エンゲルス監督、就任1年目、ゲルトイズムも浸透してきたでしょうか。3連勝中のチームを率います。ホームでは特に5勝1敗と高い勝率を誇っているアイナックです。セレッソ大阪栄レディース、率いるのは竹花智也監督です。現役時代はセレッソ大阪などで主にフォワードとしてプレーしました。今シーズンレディースの監督2度目の就任となっています。セレッソも代表メンバーを世代別でも多く出しているというチーム、平均年齢 19.4 歳という若いチームです。2020プレナスなでしこリーグ1部第9節新阪ダービー、アイナック神戸レオネッサ対セレッソ大阪栄レディース、前半まもなくキックオフです。アイナックボールで前半がまずスタートしました。長いボールを入れていきます。下げて伊藤美希、左に振って杉田、前に送る伊藤、上がっていきます。チェックしていたのは脇坂、タッチライン割りました。セレッソボールのスローインです。セレッソの方は 4-4-2 のフォーメーションでしょうか。今日4バックで来ています。最終ライン、今日もセンターバック西川、スタンボーまで下げます。プレッシャーをかけに行くセレッソ、激しく行って7番北村、収めようというところです。やっぱりスタンボのところ狙ってきますよね、はい、アイバックパスに対してね、今、まあ、全チームそのあたりはね徹底してきますね。そうですね、はい、分析されてますよね、スタンボもかなりその辺自信持ってやってるんですけど、前節ぐらいからね、はい、しっかり裏に蹴るとき裏のスペースに向かってね蹴るようになったんで、北村に合わせに行くようなボールでしたがゴールライン割りました。スタンボーのこのビルドアップのところ、まあ、狙われるシーンが多いんですけれども、少しずつ成長というのも見られますかね。もちろんそうですね、はい、まあ、自信持ってやってるんで、うん、そんなに慌てて蹴ることはないですけども、まあ、ピンチにもなってるのも事実なんでね、はい、そこははっきりと判断した方がいいですよね。セレッソまず1本目のコーナーキック、10番の林穂乃か、ファーサイド競り合い、折り返し跳ね返していく伊藤美希、クリア、ルーズボール、競り合いでセレッソ、宝田が今日は最終ライン収めた。セレッソ右に振る、突破を図る、林から打っていきました。スタンボーキャッチです。そうそう、今のもね、はい、セレッソ3人に対してあいなく5人、うん、6人いたんで、もう少しはボール球際にね厳しく1人ファーストディフェンス行った方がいいですよね。今の結構セレッソがいい形で人数多く入っていきました。
今度はアイナック、左サイド杉田からのクロス、ディフェンスに当たってタッチラインがありますが、あーゴールキックです。杉田もね、左サイド、はい、だいぶ慣れてきましたよね、うん、代表のトレーニングキャンプでも初めてね、うん、左サイドでプレーしました、まあ、選手としてのレベルも、まあ、さらにニューチャレンジというような ね、 そうですね、今シーズンになっています。もともと足元の技術高いですからね、はい、ボール受ける能力もね。このあたり伊藤美希、ね、はい、広いですよね、ディスタンスが。伊藤美希もしっかり絡みますからね、はい、30番荻久保、ちょっと代表入ると、ええ、なんか見え方も変わりますよね。うん、そうですね、はい、はい、なんとなく雰囲気が良くなるというか、ええ、立ち振る舞いが良くなるというか。セレッソは状況によって4バック3バック使い分けてますかね。今ここ3バック気味ですね。左32番小山忍美、ここはカット、水野下げて、そうですね、水野ももう急成長を遂げている選手ですよね、はい、前節のゴール決めた後のね、喜び方はもう見ててもめちゃくちゃ気持ちよかったですからね。ノエスター初ゴールを決めた水野吹奈、今日も期待しましょう。岩渕前を向く斜めのボール、いいボールですね。高瀬のフリーランニング、その先杉田がいる、競り合いになってキープした、切り返す、折り返せるか、足技も見せて競り合い、倒されて笛。そうですね、今ね早めのタイミングでね高瀬も入れてたんで、はい、上げても面白かったですけどね、うん、ただ岩渕のやっぱりあのサイドを変えるキックは正確だし、はい、よく分かってますよね、立ち上がりあそこが嫌っていうことをね、うん、やはりこの高瀬が一人トップの位置に入ったことによって攻撃面での分厚さ、まあまるで段違いと言ってもいいかもしれませんね。そうですね、はい、高瀬の裏、相手の裏の狙い方がとてもうまいので、あの辺はやっぱり相手のディフェンスライン絶対にケアしないと失点になってしまうんで、まず見る、まあ、ただそれすることで相手のディフェンスライン下がるんで、はい、その空いたスペースに今度は田中美奈なり岩渕が入ってこれるっていうことで、かなりバリエーションやっぱ増えますよね。リーグ戦前半は田中美奈、岩渕、この2人が孤立してしまうシーンが多く見られましたが、ね、逆にセレッソボールを持ってスピード速く行きたいところでしたが倒れて、しかしここもマイボール拾ってスライディング、いいスライディング、カットしました。アイナック倒されて、アイナックボール、岩渕が倒されました。セレッソも攻撃の時は人数も複数入ってきます。そうですね、サポートのスピード速いですよね、はい、A、ここでいいと思いますね。高瀬どうするか、サポートも欲しいところですが、裏に出した中島、コーナーキックです。中島もいいタイミングで上がってきますからね、本当に局面一発で変えれる選手ですよね。ここ2試合フルタイム出場の中島ですが、前節なんか本当にアグレッシブに凄まじい運動量を見せていました。そうですね、もうフリーランが本当に賢いフリーランですよね、プラスやはりこのセットプレーのキックの精度も高いので、はい、もうアイナックの武器ですよね。本当に前節も先制シーンもこのコーナーキックからでした。中島、アイナック1本目のコーナー、高いボール、ファーサイド決まった、合わせていった、最後は西川彩香、移籍後初ゴール、落ち着いてましたよね、はい、インサイドでしっかりボールに当てて流し込むって、なかなかあの状況できないですからね。落ち着いてコントロールしたような、はい、普通ならやっぱ豪快な、ね、ボレーしたくなるんでね、これも待って待って、はい、インサイドスもね、コーナーキックからの、ただここ中島もファーサイド狙ってましたね、完全に、まあ、けど落ち着いてるな、はい、西川のゴールでアイナック先制しました、1対0です。なかなかインサイドで合わせれないですよ。西川も13節の伊賀戦では、まあ、オンゴールと、ね、ね、判定されました、はい、幻のゴールがあったんですが、正真正銘今の西川のゴール、移籍後初ゴールとなりました。
ただ近藤さん、昨年はセットプレーからの得点というのが少なくて、そうですね、課題に挙げられていたんですが、もう今シーズンはそういった不安もないですね。そうですね、はい、やはりただまあ昨シーズンからキッカーは中島でとてもいいボールは入ってたんで、やはりあとは中でどう合わせていくかと、あとはどういうトリックプレーも含めて、はい、そういう戦術があるかだったんで、それがはっきりしてきたっていうのはあると思いますね。はい、ただまあキックの精度が良くないとそれすらできないんでね、そもそもがそうですね。中島のキック本当に素晴らしいですね、はい、伊藤美希ターンを見せる、あれもギリギリでプレー変えれるようになりましたよね、伊藤美希は、あそこまともに行くと潰される可能性ありますもん ね、 そうですね、今のも相手見て焦らず相手が止まったんで、自分足伸ばせばボール触れるっていう状況を作り出してたんでね、はい、まあ、右足で壁を右手で壁を作って足を伸ばしてというような、まあ、プレーでした伊藤美希。今日のゲームのキーマンにも近藤さん挙げられています。そうですね、伊藤美希立ち上がりからボール触る回数多いですね、はい、セレッソ最終ラインまで下げます。宝田沙織が今日センターバックの真ん中です。左は17歳の荻窪、縦に送りますがカット、中島落ち着いてますよね、あの辺もヘディングでつなぎますもんね、はい、あの試合に出るごとにプレーに冷静さっていうのも見られますよね。そうですね、もともとのポテンシャルが高いんで、はい、あとは慣れですよね。さあ前を向いて早く行きたい岩渕から、3人ぐらいプレッシャー行きました。セレッソ今の岩渕のファーストコントロール見事でしたね、本当に繊細なタッチしますよね、はい、まあ、大久保吉田さんそっくりなんていうね話も近藤さん、パッカンジョさんからもいただきましたけれども、岩渕はもう代表常連です。もう日本の宝ですよね、はい、彼女。センターバックの右に今日は田畑が入っているでしょうか。セレッソ宝田縦、3番脇坂、なでしこジャパントレーニングキャンプ初招集。そうですね、脇坂もただ今のも、はい、そのくさび入った瞬間の動き出しはやっぱ早いです、狙ってますよね、セレッソちょっとそれ形にしますね、センターバックからくさび入った瞬間にスイッチ入れるっていうのは、はい、ここも人数多く入ってきます。いいパスだ、北村折り返す、ミボルファーサイド、しっかりと杉田がついていました。今の一連の流れセレッソ良かったですね、ワンタッチ続いたんでね、やはりあれ後手後手になってしまうんでなかなか潰しどころなかったですね今のは、はい、ただ杉田ひなねよく戻りましたねここ、あれも前入られたら失点ですからね。セレッソも今ここ4人入ってきてましたね。セットプレー低いボール中央、高瀬弾き返す、脇坂タッチラインに逃れます。セレッサスイッチの入れ方がうまいですよね、はい、センターバックからくさび入った瞬間にやはり全員が意識して動き出すんで、はっきりしてますよね、まあ、セレッソが目指すサッカーというのが前線からの激しい守備、アグレッシブにいって後ろからどんどん追い越していくようなサッカーっていうのがアカデミーからのこのスタイルなんだと。そうですね、追い越すっていう意味では今やっぱフォワードにくさび入った瞬間にかける圧強いですよね、強いですよね。プレッシャーに行く中島、クリアボール拾ったのは脇坂、縦へ早く行った、出ましたね、脇坂も落ち着いてますよね。中央にも人がいる、折り返すファーサイド、滑りました、流れてしまいました、はい、脇坂ここ戻って水野カット、これちょっとボール、はい、球際はちょっと厳しく見た方がいいですね、今かなりルーズにしてるんで、はい、ゴール前でのシーンもセレッソ多くなっています。思い切ってここで行ってもいいですか。そうですね、一枚行っても全然後ろ余るんでね、はい、そうですね、この高いボール北村ゴール前落としてもう一度なんとかクリアしました。足元に入ればというボールでした。そうですね、はい、あそこはやっぱファーストディフェンス行かないとあれ出されますよね、簡単に今1本のパスからでした。縦のこの
パスの精度も各選手高いですよね。そうですね、狙ってますよね、いいところ、はい、小山しのみ、だからあの辺から行った方がいいですね、今の岩渕のポジションから。右も空いている、競り合い、田中美奈は、ね、強い、体の当て方がうまいですよね。追い越して岩渕行くところでした。逆にセレッソチャンス、大きな声も飛んでいます。ここですね、このファーストディフェンス早く来てほしいですね。北村ちょっと効果的なパスを供給されてしまっています。そうですね、ちょっとファーストディフェンスがやっぱ緩いですよね、はい、アイナックは。セレッソからすればあとはゴール前の精度だけ、うん、ここもね外されますからね。上です、ちょっと後手後手ですね、アイナックの方が、まあ、先制はしましたけれども守備面での課題っていうのは、近藤さん前節もね後半なんかは指摘されていました。そうですね、やはりファーストディフェンスに1枚いかないと、はい、後ろのポジショニングも決まってこないんで、そこやはりファーストディフェンスの早い寄せっていうのは必ず必要になりますからね。中島と浜野の競り合い、田中美奈と中途半端になりました。セレッソボール狙う高瀬、体を張る、しかしここもサポート3人ぐらい行きました。セレッソ、そうですね、今のシーンもね、はい、声かけて中島が行ってクロス、スタンプをキャッチです。中島が行って、はい、杉田が余るの方がいいんですけどね、本当は。田中美奈下がってプレー、縦、そうですね、田中美奈と岩渕あたりはね、はい、ボール奪われることないんで、もうちょっと周りは自信持って前に出ていくなり、はい、ボールを受ける動きした方がいいですよね。中島から左の鮫島へ、スタンボーのところにはプレッシャーきます。収めた田中美奈、鮫島、伊藤美希、岩渕ターンからね、いいとこ見ますよね。右も空いているがどうする、岩渕縦を使う、高瀬抜けていくシュート、そうですね、高瀬これできますからね、はい、その岩渕とのコンビネーションも良くなってきてますよね、うん、あれ岩渕が前向いた瞬間やはりもう迷わずにね、はい、前に動き出すんで、あとはもう岩渕出せるんでね、パスは。前節の田中美奈のゴールシーンなんかも岩渕からのパス、高瀬がフィジカルで勝って、そうですね、ありました、中島、田中美奈という流れでゴールを決めたというシーンもありました。岩渕は自分で得点もできますけど、うん、パスも出せますからね、はい、やはりああやって前で動いてくれる選手いると楽でしょうね、うん、まあ、その3人に関してはフリーランニング、いいボールだ、ここもいいボール、右抜け出していく岩渕、岩渕抜け出ね、高瀬も入ってきている、どうする、シュートを打つ、クロスバー、素晴らしいボールと動き出しでしたね、はい、岩渕もあのニアハイなんですけど、狙ってるのが、あそこを狙うのってなかなかできないんですよ、イメージ分からないです。ここ一回キックフェイント入れて、はい、ここニア上ですよね、キーパーの、あそこに打てる技術ってすごいですよね。シュートコースがもう岩渕には見えていたんですね。そうですね、はい、おそらく何パターンか見えてるはずですね、岩渕、大久保嘉人なんかもそれ言ってたんですよね、はい、うん、シュートシーン3個か4個打つコースが見えるって言って、はい、もう異次元でしたね。僕いつも下手したら1個も見えないといけないましたからね1本ぐらいはね見えないんですよ、見えそうなもんなんですけど、ああいうシーンになるとね難しいんですけど、あのニアハイを見えるっていうのはもうとんでもないですよ、やっぱり、海外多いんですけどね、はいはい、あそこに思いっきりズドンって決めるシーンで、まあ、そうなると一本打つことによってキーパーもどっち来るかっていうね、次のシュートシーンなんかにもこれ聞いてきますよね。もう読めないですよね、あそこ打たれてしまうと、はい、タッチラインを割ってセレッソボールです。17分経過しました。
ファーストをもう少し早く行った方がいいんじゃないかという、ね、そうですね、ファーストディフェンスいりますね、はい、林からターンして前を向こうというところ、2人チェックに行きました、アイナック。ただセレッソ潰し早いですね、はい、ここ3人ぐらい行くんですよね、早いです、あそこをただかいくぐれたらかなりチャンスになりますからね、はい、宝田が上がっていこうという動き、今日はセンターバックにもに入っている宝田ですが、上がると脇坂が1枚下がって最終ライン、ね、はい、脇坂はボール触る回数多いですよね、多いですね、代表も初招集されました、まあ、球際の強さが特徴的なプレーヤーということで削っていく動き何枚か見せています、今のもね、スタンボーのボールをつ、ね、な、はい、ぐのか蹴るのかっていうのはちょっとチームの共通理解が少ないなっていう感じですよね、田中美奈なんかはつないでくれみたいなリアクションしてましたからね、はい、落とす、シュートを打つ、7番の北村が打っていきました、北村がこのゴール前で入っていくシーンがかなり立ち上がりから多いです、まあ、1本のロングボールからピンチになるシーンが多いんでね、はい、やはりまずはそのロングボールのキッカーに対してファーストディフェンスしっかりいけるかどうか、うん、あとはディフェンスラインがそのファーストディフェンスいけてないんであれば、やはり声かけ合ってね、はい、あのポジショニング気にするしかないんで、その辺はっきりしないと何本かピンチあいなくなってますからね、はい、左からの攻撃です、いいタイミングですね、鮫島が選手、岩渕、田中美奈も上がってきてはいます、一度落として過ぎた、もう一枚落とします、逆ですね、そうですね、逆、水野にはいませんでした、ここ水野狙ってますもんね、はい、中島も見えてますね、ここが、まあ、あれ水野の一つストロングポイントですよね、あそこ狙えるっていうのは、まあ、あとは出して受けてのタイミング、そうですね、そういうところですかね、おそらくあのような形この試合では、はい、あと数回、うんうん、あのビッグチャンス生むと思いますよ、はい、中島がねあれワンキックで蹴れるんでね、キック力あります、水野狙いやすいですよね、はい、サイドバックね本当ありがたいんですよね、あの動き出し見てもらえると、カットした岩渕、右田中美奈、うまいですね、振り切るクロス、クロスバー、まだあるシュート、ちょっと相手が気になったかな、高瀬、逆にセレッソカウンター、よくから落ち着いて時間を使います、いや今の田中美奈のね、はい、ディフェンスと駆け引きしてはワンタッチでかわしていくってす、はい、ものすごい技術ですよね、はい、何気ないプレーに見えるんですけれども、一瞬やはりスピードを落とすんで、うん、はい、相手切り返すんじゃないかなって思うんですよね、でそれを逆手にとって緩急だけであのコントロールで抜いていくって相当な技術ですからね、今そのフェイントしか入れてなかったですからね、やばい、オッケー、そうですね、いいと思いますよ、はい、無理してずに、うんうん、スタンボのキックタッチライン割って、まだ相手ね体力あるんで来れるんでね、はい、そのこれですね、田中美奈の一回スピード落として、であの中見えてますもんね、はい、ちょっと高瀬相手のマーク気になったのかな、ちょっとバウンドがちょっとクロスバーに嫌われ気味のアイナです、そうですね、はい、あの今高瀬ね倒れ込むのがちょっと早かったんでね、うん、ただ高瀬も2試合連続ゴール中、まあそこにいるポジション取れるっていうのがすごいですよね、はい、今日は西川彩香のゴールでアイナック先制しています、最終ライン宝田、これね早めに寄せた方がいいですね、でワンタッチ来るんでね、ここワンタッチ、はい、今のね岩渕と水野がやっぱりコミュニケーション取って、ボール岩渕が行って水野が下がるがいいですよね、追い返す形としては、中身が強いですよ、落ち着いて宝田へもう一度、宝田が起点になってますね、そうですね、はい、脇坂、林、田畑、
ここで回すシーンが多くなります。まあ、ただこういう、はい、今競り合いなんとか今のシーンに対してさっきまでね、はい、ディフェンスラインが対応できてなかったんですけど、まあ、鮫島選手なんかも気の利いたポジションを取って修正してきてますよね、はい、ただその前にやはりファーストディフェンスね、でもいいですね。いいボール出ましたね。中島から杉田を狙ったボールでした。中島持ったらみんな動き出しが早いですね、やっぱり信頼してますよね、あの辺。はい、なんかちょっといないない。まもなく23分というところ、これ言っていいと思いますね、ここから見ても、はい、これで取れるんだね。タッチライン割ってアイナックボールです。ここで飲水タイムが取られます。西川彩香のゴールで先制しています。アイナックセットプレーからでした。そのシーンをご覧いただきます。中島のこの正確なインサイドでの優しい、そうですね、まあ、相手に当たってますけど、はい、ただインサイドでね、もうコースを狙うっていう意味では落ち着いてますよね、はい、一度足上げてからもう一度コントロールしに行きましたね。そうですね、はい、あれ足振りたくなるんですよね思いっきりね、やはりスーパーゴールなんかっていうのは、はい、コーナーキックのこぼれ球を思いっきり振り抜いたりしてる豪快なシュートがね、よくやはり目にする機会多いんで、選手も一度はね、ああいうシュート決めてみたいなっていう欲が出るんですけど、はい、冷静ですよね。もうゴールに入ればね、どんなシュートも関係ないんで、ですね。さあ西川のゴールで1点先制しましたが、近藤さん、まあ、どうでしょう、流れとしては両チーム拮抗していますかね。そうですね、アイナックも、まあ、あのコーナーと田中美奈の侵入でビッグチャンスですけど、はい、セレッソもありましたからね、同じように。まあ、ただやはりこのファーストディフェンスは重要ですよね、はい、そこはアイナックしっかり活かせないとディフェンスラインのポジション全く決まらないんで、後手後手になってしまうんで、はい、そこをちょっと修正するべきですよね。ゲーム再開です。森谷、伊藤美希、ちょっとセレッソの選手が足を取られるシーンが多いです。そうですね、はい、ノエビスタジアムのよく見るシーンになりましたよね最近は、はい、縦へボールを送ります。西川対応、スタンボーから競り合い、倒されてアイナックボール。かなりこの辺りはセレッソ激しくいってますよね。そうですね、はい。まあ、竹花監督も守備の部分での激しさであったり、連動性、スピード、この辺りは2年前に初めて一部参戦した時に比べるとよくできている印象があると。あとはシュートの精度が修正ポイントかなと話しています。そうですね、ゴール前ね、はい、やはり一番大切なところなんでね、日本はそういうのをね、やはりポゼッションはポゼッションっていう風な考え方が多いんで、やはりいかにゴールに向かえるかっていうのすごい大事なんでね、はい、そこは日本人の選手苦手な部分でもありますよね。斜めのボール、高瀬落として、岩渕どうするか。落ち着いて、あそこ岩渕に入った時にね、はい、もう少しゴール前の直接的な動き出しがあってもいいんですけどね、ワンツーで抜け出す中島。2人の選手チェック、セレッソマイボールにします。脇坂と右に振ったボールが少し流れてしまいました。高い位置でアイナクのスローインです。今日は田畑がセンターバックに入っています。杉田、中島どうする、右足下げます。一つリズムを変えて伊藤、田中美奈にぶつけて奪ったセレッソ。杉
ただクリア。田中美奈も今のもね、はい、ターンしようとしますからね、あの狭いスペースで、はい、今のもおそらく右足で引いてターンしようとしたんだと思いますけど、狙ってますよね常に。 3人か4人ぐらいセレストのディフェンスもねついていましたけれども、これもターンしますよね、はい、しっかり。田中美奈のターンの美しさもここのところピカイチですよね、はい、しかもゴールに向かうんで ね相手としても嫌ですしね、フィジカルも強く、この辺も引き出しがあります、ますからね、縦に速いボールを送ろうとしましたが、ね、ディフェンスに当たる。今岩渕ね、うまくね、はい、相手からスッと逃げていい動きしたんですけどね、ちょっとイメージ合わなかったですね、はい、岩渕おそらく足元でねもらいたかったと思うんですけど、このパターン多いんでね、そうですね、ロングボール多いですね、ディフェンス相手のセレッソのディフェンスラインに対してボールホルダーに強く斜めのボール入る、北村飛び出すところ、スタンボキャッチです。最終ラインからのロングボールは非常に多いセレッソ多いですね、はい、しかもそれでちょっとチャンスにセレッソはなってるんでね、アイナックはなんかディフェンスラインだから蹴らしてもいいやっていう考え捨てて、あの辺から厳しくいった方がいいですね。やっぱりキック力がありますよね、ありますね、センターバックそれぞれ武器ですね、はい、ね、いいドリブルですね、杉田かわしていく、ね、落としてワンツー、ちょっと長くなってしまいました。そうですね、杉田がちょっとライン気にして、ね、はい、中にカットインしながら裏を取るっていう動きしたんで、はい、少し合わなかったですけど、あの辺迫力ありますよね、田中美奈、あれワンタッチでも出せるし、はい、もしくは自分でターンしてシュートもありますからね、ただ杉田が今日いいですね、サイドを割っていくシーン多いですよね、はい、試合を重ねるごとに左サイドでのプレーっていうのもこう馴染んできている感じがありますか ね、まあ、ただボランチできたらどのポジションでもできますけどね、はい、実際ボランチ360度敵いるんでね。そうですね、絶対僕できないですけどね。近藤さんサイドプレイヤーでした。はい、激しいチェック、脇坂奪う、下げます、チャンスですね、しますが2人の選手チェックして、アイナック奪った、高い位置、伊藤美希選手が倒れてちょっと立ち上がれていません。セレッソレフェリーが確認しに行きます。単価という声も出ています。6番の井上ひな、立ち上がりはしました。この接触プレー、伊藤美希と杉田に挟まれる格好、踏まれたんでしょうね、うん、大丈夫ですね、大丈夫そうです。そうですね、踏まれるとね、瞬間的にはだいぶ痛いですからね。ゲーム再開、セレッソ今日はキーパー福永、ずらして水野、ね、伊藤ターン、今のも落ち着いてますよね、相手来ても逆取るだけですもんね、はい、まあ、伊藤美希昨年なんかはこう潰されるようなシーンもたびたびあったんですけども、そうですね、やはり、まあ、あの相手がプレス来ると少し焦ってしまうシーンっていうのがあったんで、はい、ただ今年全くないですね、ないですね、全くないですよね、全くないです、はい、水野クロス、いいボールだ、高瀬に当てようとしました。ポイポイポイ、今もう一度バッター森谷ですね、森谷もね、あの辺の動き出して、伊藤美希、ね、ここもケアしています。杉田、田中美奈、そうですね、今のシーンなんかはね、高瀬と田中美奈2人で引っ張るんで、うん、どちらか一方が落ちる、もしくは中島なんかがそのスペースに出ていくっていうプレー出ると、もっともっとバリエーション増えますけどね、はい、ここですよね、この一本のパスですね、このボランチの間にやはりパス出てくるんで、はい、そこはうまく誘ってパス出させてカットするっていうプレーあるといいんですけどね、
決してこうアイナックのディフェンスラインとボランチのところが間延びしているというわけではなさそうなんですが、アイナックチャンス、ね、岩渕いいファーに流れる、杉田フリーでボールを蹴る、右足フリーター決まった、杉田ひな今シーズン3ゴール目、貴重な追加点2対0アイナックリードを広げました。その岩渕の動き出しって本当に素晴らしいですね、はい、足元でもらうシーン今まで多かったんですけど、はい、もうチャンスと思ったら一気に裏出てきますよね。そしてこのクロスも完璧でしたよね、はい、クロス、まあ、高瀬が潰れるようなね、そうですね、格好になりました。したがって杉田もフリーでボールを受けて、ここ右足に持ち替えて振ってきましたね。すごい、もうあのコースは取れないですね。はい、まあ、ただ岩渕の抜け出しからのあのクロス素晴らしいですよね、まあ、本当に攻撃面は楽しみなプレーがもうここのところかなり多いですよね。あのクロス、あの線で、あのクロスってなかなか蹴れないんですけどね、長いボールを切っていくセレッソ。ただやはり高瀬がいるからあれできるプレーですよね。高瀬があそこのポジションいて、はい、どんどん相手の裏狙って走り込んでいくんで、高瀬がトップに入ることによっていろんな効果が出ているわけですね。今日は西川、杉田ひなのゴール、まあ、フォワードではない選手の2ゴール、もうここのところのアイナックの攻撃を見ていると複数得点はもう当たり前になってきますね。そうですね、はい、やはり高瀬をフォワードで使い始めてからはバリエーション圧倒的に増えましたよね、はい、岩渕下がって中島ワンタッチ、ナイスボール、伊藤美希ワンタッチ、水野斜めのボール、ね、けど面白いですけどね、狙いは悪くないですけどね、今の中島が入っていくところでした。パスという、まあ、あのボールを置きに行くというより、はい、流し込んで触れば1点だよっていうポイントに蹴り込めるとね、先ほどの、ね、岩渕のようなボールを蹴り込めるようになると水野もかなりバリエーション増えますよね、個人戦術の、はい、はい、まあ、そのあたりは試合経験も積んで、そうですね、というところになっていきますかね。2年目19歳の水野吹奈、今後楽しい選手ですよ ね、楽しみな、代表も狙えますからね、あの感じだと、まあ、代表のトレーニングキャンプ、ニュースなんかではやっぱり A 代表が、ね、中心に取り上げられるんですけれども、世代別でも水野はアンダー20のトレーニングキャンプを行っていました。セレッソからも松原、そして田畑、この2人が行っていました。サラの下の世代アンダー17もね、セレッソは荻窪、小山、浜野という3人、今日スタメンで出ている3人がトレーニングキャンプ行っていました。若いですね、若いです、はい、セレッソね、平均年齢 19.4 歳というセレッソ、2年後3年後、うん、とんでもないチームになる可能性ありますからね、はい、まあ、世界に通用する選手の輩出を掲げているという、ね、そうですね、セレッソの男子のね、はい、セレッソ大阪もセレッソ経由海外行きって多いですからね、うん、多いですね、本当に多いです、まあ、そういう意味ではレディースの方でもここのところ常連も増えてきました。宝田、林、脇坂も今回選ばれて、北村もね選ばれているという代表候補たくさんいます、両チーム。この辺をねうまくビルドアップできていくチームに、はい、あー、さすがですね、高瀬が降りて素晴らしいですね、収めて右へ振ります、中島もフリーランニング、いいところにポジションを取っています。ミスのどうするか、中島のランニング、いいドリブルだ、ドリブルでかわしてファースニアサイドに上げていくところ、頭に当たってゴールラインに割りました。今の判断として、はい、水野ね、まずワンタッチで中島に出しても面白かったシーンですけど、うん、ただこのドリブル見事でしたね、はい、一回中にカットインすると見せかけて、うん、サイドの選手って、ね、はい、あれできる選手少ないんですよね、あの意外とサイドはサイドに持っていきがちなんですけど、やはり一回中に仕掛けることで相手のディフェンスの体の向き変えれるんでね、はい、その瞬間逃さずもう一回サイドに振るっていうのはこれなかなか
技術としてはできる選手少ないんで、相当武器になると思いますね。縦への突破が強い選手というにはそういういろんなバリエーションがあるわけですね。そうですね、はい、左足杉田振る、こぼれ球中島、右水野を使います、いや杉田戻します、森谷も入ってきていますが水野下げて杉田、高瀬には合いませんでした。まあ、イメージわかりますけどね、はい、福永キャッチ、ここからセレッソビルドアップ、水野はドリブル自信持ってドリブルしてますよ ね、しかも相手の動き見ながらドリブルできる選手なんで、つかみどころないですよね、相手ディフェンスとしては、いいですね西川の出足も、はい、石川が今カットしてピンチの目を摘みました。ここね挟んだらしっかり取り切りたいですね、はい、タッチライン割ってアイナクボールになりました。早く入ります、サポート欲しいですね、ちょっとサポートが遅いかな、お田中美奈、体が強い岩渕、足元囲まれるが、いや奪われました。まあ、ただ面白いですよね、はい、あのポジションでのチャレンジは見ててね、抜けちゃえばもう1点ですからね、あのチャレンジは見てて面白いですよね。岩渕ならなんかこう抜けていきそうな感じも ねありますけれども、ステップ細かいんでね、しかも相手の動き最後まで見れるんで、伊藤美希、岩渕、体をぶつけに行く宝田、潰します、石川、そして森谷、いいところに来ますね、田中美奈、水野には合いませんでした。そうですね、水野が今もうね、森谷からあそこに入るって先に予測しとけばね、はい、体の向き早く変えれるんで、もうちょっと楽だったんですけど、水野はまあボール受けようとしちゃった、はい、水野は3人目で自分がどう生かしてもらえるかっていうのを大事にするとまた自分のね個人戦術増えますよね、はい、ここもこの後ですね、このパスが出た後にもらうイメージですね、水野もらう、西川まで下げる、まあ、今周りにこれだけ素晴らしい選手がね揃っている中でのプレーですから ねいろんなアイデアっていうのは広がりそうですけれどもね、もう楽ですよ ねあれ前にあんだけいてくれたらカットした北村、ボールがなければね、なんとかしてくれるんでね、右館から浜野、下がってディフェンスした杉田、鮫島スタンボーまで下げて、いいと思いますね、はい、田中美奈はそこ、頑張れるんでね、はい、田中美奈、高瀬もね体も強いですし、そうですね、はい、そういう意味でもまあこの2人が前にいてくれるので楽ですよね、非常にボール蹴っとけば収めれるっていうのは、はい、スタンボーもそのあたりがこう1つ2つ飛ばしぐらいのパスをするようになってきましたよね。そうですね、だからそこの選択肢はおそらく高瀬が入って気づいたんでしょうね、あの簡単に前蹴っても収めてくれる人がいるっていうのはね、はい、1人もう1人欲しいですね。そうですね、右抜かしていく、胸で落とす、クリア、競り合い岩渕倒してしまいました、まあちょっと微妙なあれですよね、難しいジャッジですよね、はい、岩渕も体ぶつけてしっかりぶつけてねキープしようとしますからね、ちょっと不満そうな表情も見せましたが、ね、はい、セレッソセットプレー、うまいですね体のぶつけ方も、低いボール岩渕、ちょっと合いませんでした。ただ今のも3人来てるけど余裕持ってやってますもんね。そうですね、焦ることは全くありません、いいですね、伊藤美希の3人目のコース消してますね、しっかり、あ、いいドリブル突破していく林、スライディング収めたい、そうですね、ペナルティーエリアの中は強くいけてますね、はい、ここもファーストディフェンス、そうですね、中島行ってますね、しっかり、
ここを今行ったから下げざるを得なかった、ね、今のところでもう一回田中美奈が行きたいですよね、今のくさびがやっぱりセレッソ、はい、今日の特徴的な攻撃である。斜めのパス、宝田との競り合い、田中美奈よくカバーしましたね。宝田がクリアタッチライン割りました。あそこもボールいいですよね、強すぎずキーパーも出るか出ないか迷うような、もう本当にいやらしいボールですよね、まあ、先ほどの近藤さんのお話ですけれども、宝田のところでこう自由にねパスを出すようなシーンがあります。そうですね、はい、あそこくさびが今日セレッソの攻撃ポイントになってるんで、はい、ゴール前でも激しくいきますセレッソ。脇坂林あたりは激しくいけるようになってきました。アイナックのディフェンスですが、センターバックまでボール戻ると、はい、やっぱりホッとしちゃうんですよね、うん、一回なんだろうな休憩じゃないですけど、あこれで大丈夫だってなるんですけど、はい、やはり今日のセレッソはそこからのくさびが、ね、かなりポイントなんで、そういうゲーム状況に応じたプレー変えれるっていうのはアイナックこれから必要ですよね、うん、伊藤がしっかり奪い取りました。いいターンですね。ターンして中島、岩渕、田中美奈、岩渕左へ、伊藤まで下げます。ここから水野がね逆で用意しますよね、はい、森谷から、あいいとこ見てた、西川、中島、体ぶつけ合いですが、そうですね、今中島に入ったところでもう一人ねサポート入って、その後に3人目の動きあるとね、はい、面白いんですけどね。セレッソ行きます。セレッソ運動量多いですね。多いですね。ただ西川落ち着いてますね、はい、焦らないですよね、あそこも。このパスはちょっと気をつけないといけない。北村、脇坂、右空いている、シュートを打つ、スタンボー正面。なのでね、そうですね、やはり2点差あるんで、ちょっとなんだろうな、よくつなぎたいという欲を出すとね、はい、まあ、セレッソ出足早いんで一気に局面変えられますよね、高瀬のセリエの時のジャンプするタイミング、はい、本当あの前世紀のトゥーリオみたいですね本当ですね。いやもうだいぶ早くジャンプしますからね、はい、しますね。相当自信あるんでしょうね。あ今のもセンターバックですね、長いですね、長いような、ね、感じしますけれども、センターバック起点になって今ゴール前まで持っていくというセレッソの攻撃でした。そうですね、やはりセンターバックからのくさびがだいぶポイントなんでね、そこもちょっとしっかりケアできるとね楽なんですけどね。アディショナルタイム2分です。宝田が特にキック力あります、うん、あそう自信持ってキックしてるんでね、はい、まあ、本来フォワードというか、うん、まあ、どこでもできる宝田なんですが、ファーストディフェンスいけなかったとしたら、はい、やはりその後ろの選手がもうちょっと来るボールが来るってことを意識しないといけないですね。うん、セレッソコーナーキック、アイナック前半ゼロで終わりたいところ。中央ファーサイドだ、ヘディング、ナイスカバー、ナイスカバー、素晴らしいですね。最後今今のはスーパープレーですよ、杉田ですね。杉田今ね高瀬ブロックされてね、はい、フリーになってスタンも潰されて、あーそうですね、杉田素晴らしいカバーでしたね。いやー難を逃れましたアイナック。さあここ集中ですよ、はい、そうですね、高瀬のところブロック、25番と11番の、ね、はい、選手ブロックされるシーンが多いんで、あそこをちょっとゾーンに変える、マンツーからゾーンで見るとかにした方がもしかしたらいいかもしれないですね。あそこかなり宝田と田畑、ね、そうですね、こちらも長身ですね、164センチと170センチ、この2人がだいぶ近づいて、はい、低いボールに中央流していきますが、なんとかかき出したアイナック。キーパー福永、過ぎた頭で中身には収まりませんでした。サメ島、
47分台目安の時間に入ってきています。ここはあんまり急ぎません。セレッソ、だから荻久保、左小山忍、伊藤美希、体を張ります。ワンタッチ館というところですが、西川クリアで前半終了の長いホイッスル。2対0という前半ですけれども、近藤さん、はい、何かこう点差以上に両者拮抗しているようなイメージもありますね。そうですね、はい、やはりセレッソからのあのセンターバックの宝田選手からね、はい、あのくさびに対してのケアがやはりうまくいってないので、だいぶ押し込まれているイメージもありますからね、はい、本当にセレッソからしたらあとはゴール前の精度だけ、うん、という感じです。本当にそう思います。で、ただアイナックはいい形も攻撃面は作れていますよね。そうですね、やはり高瀬が起点になって、はい、田中美奈、岩渕あたりがフリーになるとね、はい、その後ろから水野、鮫島、杉田あたりが飛び出していけるんで、まあ、分厚い攻撃にはなってますよね、はいはい。まあ、両チーム監督からどういう指示が後半に向けて飛ぶのか、そうですね、後半も期待したいところです。はい、2020プレナスなでしこリーグ1部第9節、アイナック神戸レオネッサ対セレッソ大阪堺レディース、前半終わって2対0アイナック神戸リードしています。アイナック神戸レオネッサオフィシャルファンクラブステッタ2020年度の新規入会受付募集中です。観戦チケットの先行販売やアイナック神戸カラーを配した特製 T シャツなどお得な特典多数用意しています。ご家族やお友達と一緒にステッラ会員としてアイナック神戸レオネッサ応援してください。詳しくはアイナック神戸オフィシャルホームページご確認ください。朝日放送テレビが毎週月曜日深夜にお送りしている日本サッカー全力応援番組 J フットニスタでは、 J リーグ関西4クラブとアイナック神戸の最新情報が満載です。番組のアイナック神戸の情報コーナーは放送後に YouTube でも配信されます。次回の放送日時はご覧の通りです。詳しくは朝日放送テレビのホームページで確認してください。 CS スポーツチャンネルスカイ A ではアイナック神戸ホームマッチ2020GO4IT と題しまして、2020年シーズンのアイナック神戸ホームゲーム全試合を放送いたします。放送日程など詳しくはスカイ A のホームページでご確認ください。おまけに飾りが小さいって言われるわ。一の言葉に
小屋飾りなんてなくったっていいのにさ。余計な飾りがないってことは大人っぽくてかっこいいってこと。レイはニコニコ慰めました。誰が誰の真似しんこだって。く6がブラブラやってきて9の肩に手を回しながら飛び出ます。わかんないわね。だってみんなスタイルは違うのに。8が他の数字を見回しながら答えています。そういえば9と9と2つ名前を持ってたんだな。1がアマスクレット、シラセ、シト、ヨンド2つ名前を持ってるけど見張ってないや。父も小さな声で説明しました。それに6のスタイルで9の逆さまになったのみたいな。1が父の顔を見ながら言う。それにレイと3のスタイルで8の半分しかないのみたい。でもみんな若い子だよね。父も1の顔をしっかり見ながら言いました。ふふふふ、ごめん父、仲直りと一が笑って言いました。ふふふふ、ごめん父、仲直りと父も笑って言いました。そして二人とも涙を拭くとゆっくりしっかり握手しました。ワンデイタトゥーリアルラスティックアイライナー。
車を任せたから全部お任せでやってみるから引っ越しが楽になるよ。助走の手任せバッグでお任せで引っ越しはアート。あんたらリーナがアートのサービス。ハンスのロゴの前に拭き掃除をさせていただきますから。靴下も新居に汚れや埃を持ち込んではいけませんので、お客様も立ち返ってもらっていいですか。オレンジだよ。何笑ってんの。あんたらリーナがアートのサービス。ノエビアスタジアム神戸からお送りしています新阪ダービー、アイナク神戸レオネッサ対セレッソ大阪堺レディースのゲーム、前半終わって2対0アイナク神戸レオネッサリードしています。解説の近藤学人さんとともに前半をハイライトで振り返っていきます。まず先制シーンです。7分セットプレーに中島の精度の高いボール、本当に落ち着いてましたよね、はい、この西川ファーサイドしっかり当ててですね、インサイドキック、これが移籍後初ゴールとなりました西川です。両手でしっかりとガッツポーズですね、これもいいボールでしたね。はい、岩渕のシュートシーンなんですが自分で打ってきましたね。そうですね、はい、ここニアハイ狙う技術すごいですね、1回シュートフェイントからですもんね、はい、相手かわしてクロスバーに嫌われました。そしてこれもワイナックのシュートシーンなんですが、岩渕がここでカットして、このね田中美奈の動きですよね、はい、この一瞬スピード落として、はい、ワンタッチでかわす。高瀬ね、決めたかったですねこれね、ちょっとやっぱり相手ディフェンスとの駆け引きあったんで、はい、この動き出しですね。33分岩渕が飛び出して高瀬が潰れて杉田右足持ち替えてシュート、ね、まあ、ただ高瀬がやはりいいとこ走り込むんで、はい、相手ディフェンス2人高瀬に引っ張られてられましたね、はい、で杉田ひなが完全に不利になるっていうのも、高瀬の2人分の活躍と岩渕の素晴らしいパスですよね。はい、セレッソのシュートシーン、これはこれね前半終了間際もう大ピンチですよね。三宝が潰れて杉田がナイスカバー、杉田素晴らしいカバーしましたね、はい、これ今日2点分の働きですよ ね、ね、本当ですね、自分で決めてコーナーを止めて、はい、田畑のヘディングシュートでしたが、さあ前半のスタッツもご覧いただくんですが、アイナックシュート6本に対してセレッソが3本、まあ、ゴール前のシーンはセレッソ多かったんですけれども、そうですね、3本とは思えない、はい、厚さを見せてたんですけど ね、攻撃の時では、はい、まあ、ただやっぱりくさびに対してアイナックは後半どう修正してくるかっていうのは本当に大きな鍵になってくると思いますね、うん、近藤さん再三ご指摘されていました、はい、ディフェンスセンターバック宝田のところに、もう少しアイナックはディフェンス行きたいところという、ね、そうですね、はい、もしくはサイドにボール出させてそこを狙うかですね、うん、後半どんな戦いが待っているか注目したいところです。中本主審のホイッスル、後半の45分がスタートしました。左のエンド、セレッソ大阪堺レディースボールで始まっています。最終ラインからボランチの林、今日は3バックのセレッソ、左に大きく展開、斜め走り込みます。カットした水野、岩渕が下がって最終ライン競り合い、これは合いませんでした。この宝田のところで近藤さん、そうですね、ここから来るんでね、はい、これこのボールがね、右に大きく振りました。いいコントロール、井上、
ここからの攻撃が目立っているセレッソ。スタンボを直接前に出てキャッチしました。そうですね、はい、だから入った後攻撃始まるんで ね、 ですね、全てが、はい、杉田縦、田中美奈には合いません。タッチライン割りました。アイナックボール。まあ、そのあたりは両監督がどういう指示を送っているか。そうですね、はい、宝田のところにプレッシャーに行けるか、もしくはコースを消すことができるか。そうですね、コース消し、はい、限定して出た後にしっかりディフェンス行くかですね。宝田のところから行くとかなりハイラインでプレスかけることになるんで、やはり裏のスペースは気になると思うんで、それをどうはっきりさすかですよね。はい、一方のセレッソとしては宝田から起点は作れているので、あとはゴール前の精度だけ。そうですね、はい、高瀬が奪い取りました。中央、田中美奈スルー、岩渕シュート、岩渕わずかに左。あのディフェンス来てるけど相手の体重移動を見て、はい、かわしてここですよね、スルーして、はぁ、相手が前に来ているのを待って、あの判断ですよね、はい、このボールスピード、相手のスピードならボール触れないっていう瞬時の判断で体を開いてオープンコントロールでシュートを打つって相当技術高いですよね、はい、こういうのはあの一瞬の時間で頭で考えているというか、もう反応している感じですよね。そうですね、もう習慣ですよね、まあ、だけ相手来てたら焦って前で触っちゃうんですけどね、触ろうとしちゃうんですけど、競り合いで森谷がしっかりと対応しました。奪ったアイナック、3人選手セレッソ行きました。そうですね、あそこはもうちょい過ぎた日がスピード上げずに脇坂奪い取って、これね、もう少し行った方がいいですね。ボールに西川ですね、うん、館抜いていく、クロスを入れようというところ伊藤美希、体を張りました。西川もう少し間合い詰めて、はい、うん、もう一人その切り替えされてもいいように中のケアさせた状態で潰しに行きたいですね、はい、今のだとクロス入れられるんでね、うん、あの距離感だと。セレッソのコーナーキック、さあこれの田畑とね、はい、それこそ宝田ですね、長身の2人がね駆け引きしてくるんで、ヒール書き出せるかというところ。セレッソ脇坂右に、これも一人ね早めに、林ファーサイド、伊藤クリア。今のワンタッチされたらもう仕方がないですけどね、はい、あれは。ただあそこでコントロールするようであれば1枚ファーストディフェンスは早めに寄せた方がいいですね、はい、今のワンタッチ面白かったですね。セレッソアイナックエンゲルス監督のハーフタイムコメントが入ってきました。裏を狙われてるから気をつけよう、攻守の切り替えはよくできているので続けていこう、相手への出方を見てから変えていけばいいと指示を送っています。まあ、裏を狙われているというのはやはり、まあ、宝田起点からのというところですね。あとは相手の出方っていうのもおそらく、はい、宝田のところに行くんではなく、宝田からパス出た後、うん、どうするか、このところ、うん、コース消せようっていう、はい、ここですね。これで一気に下げられますからね、はい、ライン。そうすると中盤開くんでね、でちょっとこうあいなく間延びしたような感じになるとセレッソが3人ぐらい行きますからね。そうですね、あそこスイッチは、ね、はい、スイッチ入れるのね、脇坂あたりうまいんで、奪い取って館競り合い、鮫島出したいところ、西川体をぶつけていく、セレッソ奪い取る、井上、うん、この辺一枚ね、はっきりしていった方がいいですね。右に振る、館が右に開く、これもそうですね、2人いったらもうしっかり蓋したいですよね、はい、うん、接触プレーもありましたがタッチライン割って、アイナックボールのスローインです。セレッソの竹穴監督のハーフタイムコメントですが、失点してしまったけれども切り替えてアグレッシブに行こう、攻撃はサイドチェンジを増やして向かっていこうと話しています。アグレッシブにっていうのはもう終始いけていますもんね。そうですね、はい、立ち上がりから球際良かったですからね、スピード感もありましたし、まあ、ホームゲームでは
多くの試合解説していただいている近藤さんですけれども、他のチームと比べてもアグレッシブさっていうのは遜色ないですもんね。そうですね、はい、特に立ち上がりのディフェンスは3人4人寄せ早かったんで、はい、見ててもね迫力ありましたよね、うん、遜色ないというよりはもうトップレベルかもしれませんね。脇坂カットしていきました。森谷下げます。ファイナックより球際行ってましたからね、はい、立ち上がり、球際一人一人も強いですし複数に行けています。そうですね、はい、ここですね、ここからどう、はい、まあ、どうかです、うん、そうですね、カット田中美奈、もう今みたいにね、モデルが取ったみたいに、はい、まあ、スペースわざと開けといて、わざとボール出させて取るっていうのが一番賢いですけどね、こういう今のくさび言ってくるチームには、はい、それができると、まあ、特にボランチの選手がねそれできると、もう試合展開かなり楽になるし、相手も今度くさび読まれてると思って蹴れなくなりますからね。そういう積み重ねが次への布石にもなっていくわけですね。そうですね、林から右へ大きく展開、井上高い位置まで来ています。追い抜いていったのは館美優ですが下げます。あそこのね個人技がまだ、はい、あのセレッソのはそこまで高くないんで助かってますけど、右でクロスを上げる、あそこ個人技ある選手ね、はい、サイドにいられるとスピード持って突破されますからね、だいぶ厳しい状況になりますからね。そういう意味では攻撃のバリエーションという意味ではアイナックの方がやはり上というところになりますかね。上ですね、バリエーションで言ったらはるかに上だと思います、うん、まあ、それをカバーしようというアグレッシブさ、うん、セレッソ、そうですね、まあ、若いチームなんでもう今後に向けて本当に楽しみな人材は揃っています、うん、まあ、近藤さん、若いチーム相手に対して勝れるものはやっぱり経験というところになりますからね。まあ、そうですね、はい、どんだけ考えてサッカーするかですよね、うん、やはりそういう意味では代表選手も多いですし、はい、まあ、試合経験も豊富な選手多いんで、うん、やはり試合中で前半なんかのね、あのくさびに対しての対応だとかサイドチェンジへの対応っていうのは選手同士でなんとかするしなければ、はい、あの優勝にはねなかなかちょっと手届かないのかなっていうのが課題ですよね、高瀬競り合い、ね、負けません、はい、さらに出てきますからね高瀬は自分で、収めた後、まあ、拾ってくれた田中美奈がいるからこそというのもありますが、伊藤美希から縦へのボールは通りませんでした。脇坂激しい奪い取りました。岩渕いいターン、そうですね、岩渕はすごく深いですよね、前でもなく横でもなく、斜め後ろにボールと体を下げる、はい、試合中ね、ボールがあるときにバックステップ踏むのってめちゃくちゃ難しいとか、ほぼほぼそういうシーンってないんですよね、ボール持ったときに自分でバックステップ踏みながらボールを後ろにコントロールするってシーンほぼないんですけど、やっぱああいうとこできてしまうのが素晴らしさですよね、はい、岩渕。なでしこジャパン高倉麻子監督も今日見に来ています。本当ですね、はい、こうなってくるとなでしこジャパンじゃない選手もやっぱりアピール しますもんね。そうですね、まあ、見ているというのが、うん、僕もやっぱり現役の時代表監督見に来たら無駄に張り切ってましたもんね、うん、いやでもそういうのは大切ですよね、うん、絶対大事だと思います、はい、高瀬奪われません。伊藤美希縦パス、面白いところ見てますね、あの間開くんでね今日。田中美奈、さあ水野、そして岩渕、水野が追いかけて追い抜いていきます。水野ちょっとカットされました。そうですね、ちょっと中での動きが、はい、まあ、昨日岩渕としては昨日聞いた動きがなかったんでしょうね、うん、今のシーンで出さないってことはか、もしくは中の選手はもう水野に出るのに合わせてたかもしれないですね。あ、うん、流れてスタンプを、難しいんですけどね、はい、岩渕持つと全てのバリエーションが可能になるんで中の選手は岩渕に合わせて動くべきなんですけどね、うん、まあ、いろんなバリエーションがあるからこそ迷いますね、ね、
確かに普通で言ったら水野のオーバーラップ使ってクロスに合わせるのが中の動きなんですけどね、ただ岩渕が持った時なんかは直接ゴールに直結するパス出てくるんで、あまりそういうの考えずに一番怖いところに入っていくのがいいと思いますね。はい、古橋、ヴィッセルの古橋なんかもね、イニエスタがそれできるんで、それを知ってから覚醒しましたからね。確かにそうですね。右に振ります。シンプルにクロスを上げていきます。ヘディングの競り合い、高瀬頑張れますよね、ああいうところ。伊藤美希足でいきます。脇坂、中島もここも体を張ってマイボール、そう出てきますね、中島そこからまたね。岩渕、伊藤まで下げて森谷、いいリズムですね。西川、左鮫島もいますが、とここで狙っていたセレッソですが杉田カバー、技術高いですね、やっぱりこういうとこも。出す鮫島オーバーラップ、ダイレクトゴールに向かっていく、競り合い、オーバーヘッド決めた。なんと高瀬3試合連続ゴール、オーバーヘッドで決めました。あの辺の感覚持ってますよね。いはい、なかなかね、オーバーヘッドって できないですもん、そのタイミングで、はい、ただこれやっぱり杉田の素晴らしいドリブルから鮫島がね、ワンタッチ入れたというのがでかかったですね。まあまあキックはミスでしょうけど、この後ねこれですよね。なでしこリーグではほとんど見ないですよね、こういうゴールね。アイディアがあるのがすごいですね。、素晴らしいゴール、高瀬3試合連続ゴール。あれはちょっとオーバーヘッドしようってなかなかなれないんですよね。体反転させるか、もしくはバックヘッドで押し込むかなんですけど、はい、サイドバックやってたんですよ、つい最近まで。まあ、もともとフォワードといえども、はい、本当にこうフォワードとしての感覚は高瀬全く衰えていない。代表入るんじゃないですか、フォワードで、ね、あれ見せられたらちょっとね、今日のボール収まり方もそうですけど、十分代表クラスですけどね。これもね、一人早くサポートが欲しいですね、はい、林、右に振ります。浜野へのボール、オフサイド、フラッグが上がっていました。今の、まあ、オフサイドになりましたけどね、はい、もう少し中島のサポートに相手2人いたんでね、うん、はい、そこ判断早く来るべきですね。まあ、現在3連勝中で、攻撃面特にまあ攻守の噛み合いという意味ではだいぶこう形になってきたアイナックなんですが、そうですね、さらに上に行くためにはそういうところをもう少し精度上げていこうと、うん、今日で言ったらもう球際ですね、完全に、うん、やっぱりボールホルダーに対してどんだけ厳しくいけるかで、はい、そのボールホルダーへの行き方で後ろのディフェンスが立ち位置を変えたりね、うん、パワーを変えたりするっていうのがやはり大事かなと思いますけどね、はい、個人の技術はもう圧倒的に高いんでね、まあ、リーグ戦は残り4試合になりました。まあ、早ければ今節にも浦和の優勝が決まるかというところだったんですが、まあ、次節以降に持ち越し。さあその後皇后杯もねありますんで、セレッソゴール内に入ってくる、スタンボキャッチ、井上のシュートでした。今セレッソいいリズムでサッカーしてましたね、はい、タイミングよく、どんどん前に走ってきて、点差に揺さぶられることなく、もう終始一貫して、そうですね、徹底してやってますね、はい、そんなに焦りも見えないですしね、3対0というアイナックの、まあ、スコアだけ見れば一方的な展開なんですが、内容はまあ非常にセレッソもいいところ出ています。そうですね、はい、田中美奈、岩渕、そうですね、はい、森山で下がります。慌てないですね、うん、2人プレッシャーに来ますが、西川スタンボーまで下げる、激しくいきますが、あ、飛ばして高瀬、ね、はい、田中美奈も上がっている、高瀬、ね、田中美奈には合いませんでしたが、杉田も来ている、プレッシャーに行く鮫島も
そしてここを後ろから西川、ナイス西、西川ナイス西というね、エンゲルス監督の声もあですね、だいたいね、ああいうシーン、はい、ファールになるのが多いんですけどね、ファールで止めるっていうシーンが、はい、しっかり相手トラップする瞬間にスピードを落として、まあ、気配消して、はい、でコントロールした後に強くいきましたよね、あれも技術高いですね、ああいうできたくなるんですよね、あそこ強く、でファールになってもなんかナイスみたいな雰囲気になるんで、うわすごいパス、ループパス、ゴール前田中美奈に収まらず福永キャッチ、すごいですね、今のは岩渕ですよ、ね、岩渕ですね、はい、あのコントロールであのタイミングでループパスか、はい、しかも何がすごいで田中美奈走り込んでますから ね、はい、ねしっかり来るっていうのが分かっているんでしょうね、まあ、本当に幼少の頃から一緒にサッカーをしているという2人、あのタイミングでループパス出されると、はい、ディフェンスってボール消えた感覚になるんですよ、僕も昔レイソル戦にレアンドロ・ドミンゲスが一度やられたことあってゴール前ではーボール消えたと思いましたからね、僕おどこ行ったと思ったら自分の上通過してて、ピンチになってましたからね、あれけどちょっとねあの上のボールの使い方とかは本当そういう海外のトッププレイヤーに似てますよね、イニエスタもそうですけど、あそうですね、やはりもう岩渕は本当世界基準の選手です、そうですね、はい、ですよね、下が空いてなかったら上でやればいいじゃんっていうのが ね海外の上にスペースいくらでもあるじゃんっていうのがね海外の選手の考え方ですもんね今のもドリブルしながらね、はい、見てますね、斜めのパス、ね、カットも狙いに行きましたがここは流れていきます、今日の観衆が出ました1476人、5000人目標ですもんね、そうですね、来シーズン WE リーグ平均で5000人目標という、まあ、ただちゃんとね、はい、今日のようなアイナックは試合をすればというか、うん、まあ、こういう点数が入る試合したらね必ずお客さん増えてくると思う、はい、本当に、ね、女性の夢になるって素晴らしいですよね、そうですよね、そういう理念でのゴール前スタンボー前に出てきたキャッチです、いや本当に我々もこうしてなでしこリーグを1年間2年間にわたってこうじっくり放送しているわけですけれども、魅力的なサッカー多いですもんね、でもそもそも男子と同じフィールドで大きさで、はい、その小柄な、ね、女性がこんだけファイトしてる姿って、やっぱりちょっと感動しますよね、かっこいいですもんね、フラッグ上がりました、ね、オフサイドを気にして一度止まっていた館だったんですけれども、まあ、本当にサッカー好きの方ならどんどんこうね、なでしこリーグ会場に足を運んで見ていただきたいですよ ね、もうなんだろうな、感覚的にはアイドルを見に来る感覚でいいと思うんですよね、僕は、はい、もう入りはね、うん、やっぱりちょっと異様な感じというか、はい、見てたらやっぱり熱くなれますからね、伊藤美希選手なんかはね、はい、あんだけ小柄であるにもかかわらず、あんだけ縦横無尽にね、駆け回ってる姿っていうのはやっぱり小学校中学校年代の女性の憧れの的になってもね、はい、十分おかしくないですからね、150センチという小さな体でも、うん、誰よりも駆け回ってますから ね、だいぶ痛がってます宝田、大丈夫でしょうか、田中美奈との接触、膝あたりですかね、そうですね、後ろから膝が入ったのかな、はい、
大丈夫のようです、まあ、今みたいにこういう激しいコンタクトプレーっていうのもねなでしこリーグでも全然ありますもんね。そうですね、はい、やっぱり戦ってる姿って素晴らしいですよね、うん、ねえ、やはり男子よりもフェアに戦ってますからね。あ、明らかに。そうですね、うん、はい、あのシミュレーションなんていうのはもうないですね。もうほぼほぼないですね、はい、スピードが上がってきたセレッソ、シュートを打つ、スタンドクロスバー、まだある、押し込んだ、セレッソ1点返しました。いや素晴らしいシュートでしたね。最後に押し込んだのは浜野でしょうか、北村のミドルだったですかね。その前のミドル、はい、見事でした ね、 セレッソ1点返しました。距離ありましたもん ね、 エリアの外からスタンドを触れませんでした。足を出して最後シュートしたのは井上ですかね。はい、いやちょっとセレッソ1点返しました。はい、スーパーゴールでした ね、 田中美奈の左足に近い感覚でした ね、 今のは。前節、前前節のエリアの外から左足でのミドルシュートがあった田中美奈ですが、今日はいいシュートでした、ね、はい、まあ、スピードに乗って勢いもつけながらではありましたけれども、あれあれやられるとね、スタンプを意識しますからね、次からまた来るんじゃないかっていうのを、はい、ここも速くなっていきます。館見湯エリア内折り返す、カットしました。今のはラッキーでしたね、アイナックとしては、はい、ちょっとマイナス方向に入りすぎたでしょうか、うん、さあ1点返したセレッソ、2人の選手が変わりそうです。飲水タイム取られますけれども、ちょっと今のゴールシーンなんかはセレッソの攻撃で少し違った形でしたね。そうですね、はい、ミドルほとんどなかったんで ね、 ミドルシュートが、はい、あれ打てるんであればもう前半から、ね、北村選手ですか、うん、前半からあれ見せていくとだいぶディフェンスラインの対応変わってくるんでね、はい、今後あれあるんであれば毎試合立ち上がりに相手チームに挨拶代わりに見せておくと、うん、だいぶイニシアチブ取れる可能性高くなるんですけどね。まあ、ただ、はい、最後まで取っとくっていう手もありますけどね、自信あるプレーを、ね、最後の最後ここぞという時に見せるっていう、そのシーンですが、奪って一人で突破してドリブルしながらこれですからね、すごいな、うん、井上が最後詰めていきました。井上今シーズン2ゴール目、まあ、本当セレッソはスピードに乗ったままプレーできる選手が多いですよね。そうですね、技術高いですよね、はい、まあ、けどあのシュートが打てるってことはスピードも調整している可能性ありますよね。うん、トップスピードでやったら結構難しいんで、やはり本当にいい選手、全力のトップスピードってなかなか使わないですからね、はい、田中智子と筒井理子が入ります。浜野ともう一人25番田畑春奈が変わります。筒井がディフェンスに入って田中がと攻撃的な位置に入るでしょうか。田中智子は今シーズン初出場です。2人の選手を入れ替えました。セレッソちょっとね、1点失ってアイナックが動きにくくなりましたね、はい、流れ変える一発でしたね、今のは。そうですね、はい、前半からね、セレッソの流れあったんで、うん、そういう意味ではちょっとこの2点差にされてプランは変わりますよね、はい、井上に代わって筒井理子が入ります。アイナックボールのスローイン、ちょっとこう流れを切りたいアイナック、ご覧の筒井理子18番、前節も途中出場でした。16番の田中智子は今シーズン初出場、ただアグレッシブですね、はい、ディフェンス高瀬に対して全く受け取ってないですね。
まあ、若いチームですので1点取ってさらに乗っていくっていうのは十分考えられますよね、うん、そうですね、はい、何よりもうアイナックと試合すると経験値がもう間違いなく上がりますよね、やはり個々のスキルが、ね、アイナック高いんで、はい、試合すればするほど自信つきますよね。さあセットプレー中島いけるか中央流した右にそれていきました田中美奈子。いやけどあの位置から狙うってあの体勢で狙うってすごいですね、はい、いや距離ありますよね、うん、難しいですよ、しかもヘディングなんでね頭振ってますもんね。ただ速くなる北村からのパス、水野対応スタンボープレッシャーきますが落ち着いてタッチラインまで逃れました。高市のスローイン、伊藤が触ってもう一度セレッソのスローインです。田畑が1枚上がって筒井がディフェンスの位置に入っています。そうですね、センターバック宝田、うん、このボールですね、はい、あー、いいですね、杉田カットします。ただしかし拾ったのが田中、もう一度下げる、交代に入った筒井、林3人行きました。アイナックディフェンス、高瀬、岩渕右へ、いいワンタッチ、ね、高瀬抜けていく、サポートが欲しいところですが、これもいいワンタッチですね。岩渕中央、田中いいターン、そうですね、セレッソね、はい、あのシーン田中美奈ね、見てますね、2試合連続でね、はい、同じような今の位置からそうですね、叩き込んでるんで、はい、ターンに対して早く行きましたね。その辺集中力まだ高いですね、伊藤美希が効いています。もう広いですね、守備範囲が、大きな倒れしてサポート、サポート、小さな体の伊藤美希、やっぱりこう小さくても頭を使って、そうですね、ものすごい体力もある、はい、まあ、ただね、あの試合前のインタビューでも、はい、フィジカルのねトレーニングしたって言って たんで、やはり自分のそのやっぱりウィークポイントをね、はい、しっかり座って自分でちゃんと向き合って、うん、トレーニングで改善しようってする姿勢がすごいですよね、はい、それの産物かどうか分かりませんけれども、うん、コンディションも上がってきたっていうね、しあの相手に当たられても倒れないですよね、はい、狙いていった高瀬のシュートだったが、岩部、田中美奈、中島まで下げて杉田、中島ワンタッチ、あ、今ね、高瀬がね感じて、うん、杉田が3人目の動きできたら面白かったんですけどね、はい、杉田はね3人目の動きで入ってたんで、うん、高瀬のイメージの共有ですね。プレッシャーに来るセレッソ、北村の運動量がここに来てまた上がっています。接触ありました。そうですね、今ちょっと滑ってしまって足の裏入った感じだったんでね、岩渕が倒れています。あれダメですかね、バツサイン出ましたね今ね、今ねちょっとセレッソとしても不運でしたね、芝で足取られてね、はい、滑ってしまったところにたまたまちょっと足入ってしまったんで、あ、はい、着地の時にこれバランス崩してしまったということですね。荻窪のディフェンスだったんですけれども、担架で運ばれます。一度ピッチの外に出るようです。そうですね、ちょっと不運でしたね今のは、まあ、ただねセレッソの今のはねセレッソの選手、はい、攻めるわけにもいかないですからね、芝で足取られてしまった事故のような感じですよね。
坂口萌乃が準備しています。ひどくないといいですけどね。そうですね。ああ、荻窪にイエロー出ましたね。ちょっとこれは気の毒なカードになってしまいましたが、岩渕はどうやらそのまま交代しそうです。心配です。アイナックも今攻撃面ね、いい形そうですね、作れているだけに離脱してということになってしまうと、ちょっと痛そうですね。ですね。まあ、ただセレッソのね、はい、あまり、まあ、気にしないっていうのもちょっとしんどいと思うんですけど、うん、今のはねわざとではないんで、はい、うん、岩渕に代わって守屋がキャプテンマークを巻きます。ここで選手交代、岩渕に代わって坂口萌乃が入ります。坂口萌乃のアイナックはフォーバックにしますかね。どうでしょう、坂口は左のサイドのところにポジションを取っています。そうですね、ただ今日全体的にアイナックフォーバック気味だったんで、はい、そうですね、おそらくと杉田を真ん中にして、左サイドに出るのかな。コーナー付近での競り合いですが、ライン割ってセレッソボール。まあ、ただ坂口ね、途中から出てきてもしっかり仕事するんでね、うん、はい、どこでもできますね。そうですね、はい、本当に素晴らしいプレーですよね。リザーブにこういうレベルの高い選手がいるというのもアイナックの強み。その坂口、杉田、逆サイドますよ。伊藤美希を返しますが戻します。左に入っている坂口、鮫島、西川下がって高瀬右へ。高瀬の抜け出しいいですね。パスを出してからもうすぐ前ね、行きますからね。あれはディフェンスラインね、捕まえにくいですよね、はい、セレッソもう一人交代、荻窪に代わって2番の森中ひなが入ります。森中も今シーズン初出場。本当に若いですね、はい、もう若い選手しかいないんであれですけども、若い選手から若い選手への交代、そうですね、すごいですね。中も20歳、ほぼほぼ、はい、下部組織からですもんね。そうですね、充実していますよね。いや、すごくいいことだと思います、はい、チーム内もね、浦和も下部組織出身の選手多いですもんね。全、まあ、J リーグも含めてそうですけど、はい、全チーム本当はねそうあるべきだっていうのは、うん、やはりみんなチームスタッフ含めて考えてはいますからね、はい、底上げっていう意味では。杉田切り返してカットインして倒されますがパスを出した。そうですね、右足だったね。伊藤から鮫島が狙う、福永キャッチ。カットインしてね、入ってきたタイミングで周りがもう少し動き出して、はい、バリエーション増えるとね、攻撃面白いんですけどね、うん、わ引っ掛けてしまいました、笛です。ただもう伊藤美希どこにでもいますね、はい、豊富な運動量、危ないところではこの人は必ずいます。そうですね。それでいて攻撃面でも縦へのパスの精度、流れを読むのがものすごく感が鋭いんでしょうね、うん、ただやっぱり岩口、田中美奈、はい、中島という周りにいる存在は大きいと思いますね、うん、彼女たちがやっぱり何でもするんで、はい、その彼女たちが出ていった穴を埋めるっていうのを
昨シーズンずっとやってきたと思うんで、脇坂が中央へボールを入れる、打ってきた、スタンボキャッチ、すごいですね、あの辺全員体張ってますね、はい、何人かも潰れて倒れ込んでましたね、はい、このシーンです。まあ、スペースも空いていましたんでね。そうですね、はい、縦速いパスカットした西川、集中してますよね、あそこ人任せるんじゃなくて自分で行こうとした結果がね、はい、ああやってみんなで倒れ込む形になったと思うんで、うん、田中美奈、わあちょっと落ち止まりました。岩渕は左足首を痛めているようですね。まあ、本人も痛がっているという情報が入ってきました。う、ね、んと、セレッソ前を向こうというところ、左サイド中島、水野のコース取りうまいですね、はい、今のもファーストコントロールで相手の前入って、うん、そうですね、今スタンボーなんかね、はい、ちょっと体をオープンにして左サイド見えると良かったですよね。坂口準備してたんでね、完全にワンタッチのクロス、スタンボをキャッチ、その前にフラッグが上がっていました。まあゴール前ですから足元を余裕持ってっていうのはなかなか難しいとは思いますが、周りを見る視野、ただ準備ですね、はい、うん、こういうボールが来たらここにプレッシャー来るだろうから、う、ね、じゃあ自分はどうしようかという、うん、まあ、ただちょっと左足になるんでね、うん、その辺のまあ不安がちょっとでもあるんであれば今みたいなもう簡単なプレーでもいいですけどね、はい、うん、強いですね、あの辺田中美奈、田中美奈本当に強いな、逆サイ水野もね、これいいタイミングで狙ってるんですよね、はい、狙っていました、はい、ただあの水野の動きなんかおそらくね、高瀬がサイドバックの時に見てるんで、うん、はい、そういうのも盗んでると思いますけどね、うん、まあ、高瀬も水野もフォワード出身で右サイドバックコンバートという、ね、そうですね、経緯があります。もう僕もそうなんで気持ちよくわかりますけどね、はい、もう攻撃したくてしょうがないんですよ、はい、本当に。筒井、田畑、足を出していった鮫島、奪い取ったアイナック、杉田から田中美奈、ターンがうまいですね、今のも繊細ですよね、はい、タッチが。今高瀬が右に振りますが、そうですね、もう少し高瀬丁寧にね、はい、うん、前のスペースに、ね、出せたらよかったですね、はい、水野が追い越すような格好になってしまいました。ちょっとゲームも少し落ち着き加減ですか ね、激しい鮫島、うん、奪い取る田中美奈、ターン、ここも上手いですよね、右高瀬、やっぱこのパスもね、走り込むところにちゃんと出せますからね、はい、あと見逃せないのも今伊藤が前上がっていきましたね、そうですね、スペースどんどん出てますね、はい、伊藤と中島のバランスがいいですよね、いいですね、中島が出てたら伊藤が下がるっていうのが できてますね、ちゃんと、はい、いい動き、坂口、坂口前へ、鮫島左足でのボール奪った、セレッソ脇坂、今の出てきたタイミング良かったですね、相手がボールウォッチャーになった瞬間にバランスペース取りに来ましたからね、インテリジェンス高いですよね、はい、その坂口はもうウィングバック気味でしょうかね、そうですね、もうディフェンス的には5枚、はい、ですね、水野含め、はい、西川、このシンプルな攻撃に慣れてきましたね、はい、うん、西川も落ち着いて対応しました、うん、もう一人選手入れ替わります、高瀬に代わって八坂芽生が入ります。高瀬も素晴らしかったですね、はい、3試合連続ゴール、
見事なオーバーヘッド、もう完全にチームの中心ですね。選手の交代です。背番号21高瀬に変わりまして背番号28ミートフルザーヤンボーレイ。私は生で初めてオーバーヘッドのゴール見ました。そうですね、はい、これですね、はい、ここ体の向きも変えて、すごいな。さすがフォワードです。そうですね、はい、3試合連続ゴール見せましたね。見せました。沸きましたもんね。長いボール打っていきますが流れていきます。田中美奈も岩渕も高瀬 の、 そのスケールがでかいですね、はい、やっぱりね、うん、ワクワクしますね、うん、見ててそうですね、はい、もう一番お客様を呼ぶ、呼べるプレーですよね、うん、ワクワクするっていうのは、はい。セレッソ2人の選手準備しています。変わります。館美優と田畑に代わって岩本麻里乃と藤原のどかが入ります。14番これが藤原のどか。積極的に変えてきますよね、はい、セレッソは。セレッソは去年から交代枠ほぼ全て使うっていうね、うん、けどまあ選手を育てるっていう意味でも大事ですもんね、はい、試合に出すっていうね、うん、経験を積ませる。岩本は今シーズン初出場。どんだけ練習頑張ってもやっぱり試合ちょっと出るので全然違いますからね、うんうん、短い時間でもそういうのは感じるもんなんですか。もう全然違いますよ、うん、やっぱり公式戦出る1分でも出ればもう、はい、練習なんかじゃ、うんうん、感じれないもの全て感じれますからね。杉田うまいターンでかわしに行きますが脇坂が体をぶつけて球際強く行きます。脇坂の球際強いですね、はい、しっかり体がごといきますもんね、まあ、こういうタイプのボランチはなでしこリーグでは稀有な存在。うん、これ助かりますよ、けど周りは、はい、J リーグでいうと米本選手みたいなボランチですかね。グランパスでね、はい、本当に潰し屋ですもん ね、 ね。頭の競り合い森谷対応、八坂がトップの位置、伊藤。そうです、ね、左に過ぎた交代、ね、交代で出てきた選手がね、はい、ちょっとアイナック静かなんでね、これで出てきても、ね、はい、交代で出てきても、はい、何か流れも変えれるし、怖いなって思わせれるプレーしてほしいですよね。強化と川澄も準備しています。川澄ね、得点欲しいでしょうからね、はい、久しぶりの出場になります。2節、ね、出番がありませんでした。見に来てくれてるお客さんもね、はい、川澄のゴール期待してるでしょうからね。私は今朝夢で川澄がゴールを決めるシーンを見ました。あ、そうなんですか。笛が鳴ってセレッソボール、ここで交代。杉田と田中美奈に代わって強化は川澄が入ります。正夢になることを、はい、期待しましょう。川澄がサイドに入って強化がトップに入る布陣になりそうですかね。強化はね、自分で本当にゴール取りたいっていう意識が強いんで、はい、シュートも積極的に打っていくプレイヤーなんでね、この時間帯でちょっと一発欲しいですね。川澄左ね、これ強化はえ、その交代した2人、伊藤真ん中で、うん、右八坂芽衣シュートを打ちますがブロック。そうですね、ダイレクトでも面白かったですけどね。水野体をぶつけてディフェンス、セレッソゴールキックになります。ちょっと八坂余裕持ちすぎましたね、はい。まもなく90分を迎えます。いいですね、中島の辺。中島淡々とやりますけどね、技術高いですよね。川澄強化はこの辺ね、強化は強いですからね。囲まれますがなんとか川澄につなぎました。アディショナルタイムは4分。坂口カットイン、面白い斜めのボール、安坂も入ってきていましたが冷静に対応したセレッソ。西川
坂口川澄と衝突しました。藤原下げようとしたんですが八坂奪った。ただねセレッソの若い世代だったら、はい、川澄にね憧れてサッカーやってた選手多いんじゃないですか。ですね、うん、嬉しいと思いますよ。はい、やっぱり未だ J リーグでもねカズさんと一緒に試合ね、うん、はい、同じフィールドに立てるってやっぱみんな嬉しいって言いますからね、うん、同じような感覚になってるんじゃないですかね。まあ、レジェンドと言っていい存在です。もう本当にそう思います、はい、何せワールドカップの舞台、はい、ね、それこそ世界レベルの選手ですね、はい。川澄、まあ、強化を収めたかった。そうですね、川澄がねさっきからワンツーできたら、はい、チャンスのシーンがね多いんで、まあ、強化も多分点取りたいんでしょうね、うん、自分で、はい、ただ川澄偉いですよね、そういうとこ文句も言わずやりますもんね。あれワンツー欲しい時に出てこなかったら結構腹立つんですけどね。伊藤ミキですね、見事にカット。強化は狙える、まあ、そうですね、自分で行きますよね強化は。あれが魅力ですよね、はい、強化の。ちょっと攻撃陣は固まりつつ布陣があるんでね、アイナックは。そうですね、強化ちょっとアピールしたいところで、やっぱりそのベンチメンバーやベンチ外のね、はい、メンバーの底上げっていうのはもう優勝するチームには必ず必要なんでね、はい、誰が出てもなんだろうな、スタメン以上に活躍できるっていうコンディションと技術があったらめちゃくちゃ強いですからね、はい。うん、まあ、前節は途中出場でしたけれども、こ う, うまくゲームに入れなかった感があるという ね強化でした。前節は交代で出てきた選手全員ちょっと入れなかったですよね、はい、試合に。逆にセレッソチャンスを作りますが落ち着いてコースを塞いでいました。ただ、まあ、あの見てる位置、はい、本当にいいですからね。あとはセレッソは本当に共通理解、はい、できるかどうかだけだと思います。まあ、今シーズン昇格1年目、まあ、一部復帰に2回目というセレッソですけれども、4位にいるっていうのもうなずけるような ね、 そうですね、試合内容ですよね。こんなにアグレッシブにやってたら、はい、対戦相手嫌でしょうからね、うん、プレッシャーにかけに行く岩本真理の23番、今シーズン初出場、うん、いきますねけども下げてもいきますもんね、はい、森中も今シーズン初出場。脇坂カットしに行きますが中島奪います。八坂逆サイドの川澄いる、その川澄を使う、右に振る、折り返しファーサイドですが坂口なんとか収める。うまいっすね、足技見せる、クロスヘッド、強化のヘディングシュートでした。坂口は本当落ち着いてますよね、はい、あの辺やっぱり足元の技術高いですよね。まもなく目安の4分台に入ってきます。坂口なんかはもうスタメンで出てもおかしくない選手ですかね、はい、鮫島選手がちょっと怪我で、ね、離脱した時なんかは左サイド完全に埋めてましたからね、うん、はい、ここで長いホイッスル、試合終了、3対1でアイナック勝利を収めました。いいですね、アイナックいい流れ続いてますね。これで4連勝、ホームでは6勝1敗と高い勝率。やっとエンジンかかってきましたかね。はい、まあでも今後ねこう2020年シーズンを締めくくるのと皇后杯に向けて、そうですね、いい形作りつつあります。皇后杯、そしてウィーリーグがね、はい、開幕しますからね。まあ、ウィリーグがね秋開幕という、はい、そうですね、ことになりますので、まあ、2021年、まあ、その前に東京オリンピックというところもね見据えての女子サッカー界になっていきますけれども、本当にそういう意味では代表クラスの選手がゴロゴロいる両チーム、楽しい試合でしたね。はい、いやもうセレッソはなんせ若いんで、若いですね、本当にもう将来性しかないですよ ね、そういう意味では。まあ、今日はその10代の選手、小山であったり浜野、そうですね、それから荻窪ですね、荻窪なんかもそうですね、はい、17歳、15歳、16歳、うん、まあ、一部の中でも
負けずに、そうですね、十分戦えてましたもんね、はい、ここからあとは経験積めば代表にもね名前つなげてくると思いますけどね、この年齢でこの技術を持っているのかというね、いや、まあ、脅威そうですね、本当に、まあ、若い世代のね、ただ岩渕松葉勢ですね、ちょっと心配です。今日は接触プレーがあって左足首を痛めたという岩渕が松葉勢で下がっていきます。もう今日はガイシングして、ちょっとね今後何もなければいいんですが、心配な面もありました。ゲームは3対1でアイナック神戸ルネッサセレッソ大阪栄レディスに勝利。西川の移籍後初ゴール、ついてましたね、あれは杉田の、そうですね、右足振って右足高瀬、ね、のオーバーヘッド、まあゴールの形もバリエーションがあって楽しい3得点でした。まあ、近藤さん、夢を見たなんていう話はしましたけれども、はい、正夢にはなりませんでしたけれど、ね、まあ、ちょっと川澄も出場機会が遠ざかっていたんで、うん、そうですね、ただまあワンツーなんかでね、カウカウと入っていけるタイミングあったし、はい、まあ、出せば面白いなっていうシーンがね2つ、あの短い時間で2つあったんでね、ただやっぱり川澄選手の素晴らしい、それでも京川選手に、うん、なんだろうな、ネガティブなリアクションとかしないですよね、実際ね、あれは京川選手としても助かると思いますよ、うん、あれワンツーしなかったりするとね、うん、しなかった方が気を使うことありますから、ね、うわやっちゃったっていう感じになるんですけど、それ全然川澄選手ね、なんとも思ってないというか、出せよっていう素振り見せなかったですもんね、もう一回出すよぐらいの、ね、次行くよみたいな、俺ならね言っちゃうっすけどね途中から出てね結果残したいし、あ、時間もね限られてる中ですけれどもね、やっぱそういうところはよく周りに気を使える選手なんだなっていうのは、あのプレー見ただけでも分かりますよね。攻守かみ合ったいいゲームが続いているアイナック、もう一つ欲を言えば途中交代の選手のゴールも見たいところでもありますけれどもね、そうですね、あとはやはりその試合でうまくいってない部分の修正を早いタイミングでしてほしいなっていうのはありますね、はい、インタビューが始まりそうです、はい、ヒロインタビュー、西川彩香移籍後初ゴール、今日の先制ゴールを決めています。はい、放送席そしてスタンドの皆様、先制ゴールの西川選手です。ナイスゴールでした。ありがとうございます。セットプレーからの流れからのゴールでしたけども、振り返ってみていかがですか。はい、恵美さんからすごくいいボールが来たので、あとはもう合わせてとりあえず吹かさないように意識してゴールに決めました。これでチームは4連勝ということですけども、チームの雰囲気はいかがでしょう。そうですね、やっぱりあのブチさんも言ってるように、やっぱり勝つことが一番チームの雰囲気を良くすることだと思いますので、まあ、そういった中で今連勝できているのはとてもいいことだと思います。そして後半は少し守る側に回りましたけども、ピッチではどのような雰囲気でしたでしょうか。そうですね、個人的にはもう反省点が多い試合だったので、まあ、ビルドアップの部分だったり、もっとセーフティーにつなげられるところはつなげていかないと、ああやって押し込まれた展開になってしまうんですけども、まあ、最終的に勝ち取ることができたので、前向きにこれからも取り組んでいきたいと思います。そして今日は光の国デイということで、たくさんのお子さんが来られてましたけども、お子さんにメッセージをお願いします。はい、まあちょっと世間はコロナですごい大変な状況なんですけども、まあ、子どもたちがサッカーで笑顔になれるようにしっかり私たちもプレーで見せていきたいと思いますので、これからもお願いします。セゴールの西川選手でした。大きな拍手をお願いします。西川のインタビュー、続きまして2点目のゴール、そして杉田です。ナイスゴールでした。ありがとうございます。思い切って打っていきましたね。はい、入った瞬間の気持ちはいかがでしょう。
いや、そうですね、気持ちよかったって感じでした。はい。本日のマッチデープログラムは表紙が杉田選手だったの知っていますか？あ、はい、見ました。その表紙通りの杉田選手の活躍で4連勝ということですけども、この試合振り返って良かった点、悪かった点いかがでしょう？そうですね、入りのところでやっぱ得点を早い段階で取れたっていうのは良かったと思いますし、まあ、その2点目も早かったですし、まあ、前半の入りが良かった分後半もちょっと勢い持ってゴールに行けたら良かったなっていうところ反省点ですけど、まあ、でもチームの良さっていうのはどんどん出てきているので続けていきたいなと思います。そして杉田選手は選手久しぶりになでしこジャパンの代表合宿参加しましたけども、代表から帰ってきてチームに、ね、持ち込みたいことがいろいろ あるとおっしゃってましたけども、そのあたりはどういうところを意識されたんでしょうか？そうですね、やっぱ切り替えの速さだったりスピード感っていうのがやっぱ代表とクラブとでは少し違うところもあるので、そういうところを自分で吸収して持ち帰ってチームで還元できたらいいなっていうふうには思っているので、まあ、そういうのをプレーにこういう試合で出せたりしたらいいのかなと思います。それでは最後に、本日ご参加のファンの皆さんにメッセージをお願いします。本日はたくさんの方に来ていただきありがとうございます。次もホームです。はい、11月7日ホームがここでおります。すいません、緊張してます。次節のホーム戦もぜひ応援に来てくださると信じて待っていますので、引き続き応援よろしくお願いします。私たちも全力で戦うので絶対勝ちます。はい、2点目ゴール杉田選手でした。大きな拍手お願いします。続きまして3点目得点高瀬めぐみ選手です。ナイスゴールでした。ありがとうございます。見事なオーバーヘッド、振り返ってみていかがでしょうか？そうですね、いやもう特に記憶にないというか、もう本当に体が動いたって感じだったんで、はい、まだまだやれるなと、はい、思いました。これで3試合連続ゴールです。フォワードとしての力が久しぶりにここからみなぎっている、そんなプレーですけども、いかがでしょう？そうですね、やっぱり、フォワードの役割っていうのは絶対得点というところあると思うんで、必ずゴール前に入っていくっていうのは継続して、やっていきたいなと思ってます。中継の中でも解説の方からですね、やっぱりサイドバックをしてたことの経験が非常に今大きいんじゃないかという声もあるんですけども、そのあたりはいかがでしょう？そうですね、はい、もう確実に生きてると思います。そして今日のゴールが通算96ゴール目と96強で、でいよいよ目標に、ね、していた100ゴールが近づいてきましたけども、今シーズン中に達成しましょうか？そうですね、個人的なところなので、勝利につながるゴールっていうのを重ねた結果そこに行けたらいいなっていうのと、ただ今こう拍手もらったように応援してくださる方がいっぱいいるので、そこも個人的に目指して頑張ろうかなと思います。それでは最後に、ファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、今日は応援ありがとうございました。そうですね、またちょっとざわざわしてはいますが、続けてね、この場所をまたみんなで共有できるように、私たちもいろんなことに気を配りながら、皆さんと顔を合わせられるように、はい、頑張っていきたいなと思います。残り3試合、全勝利でいきたいと思います。引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。高瀬選手でした。大きな拍手をお願いします。西川と杉田と高瀬のインタビューをご覧いただきました。近藤さん、社長がこの放送をリアルタイムでご覧になっていたということにもびっくりしたんですけれども、いやただそのやはりインタビュー受け答えが、はい、その J リーが男子の選手よりちゃんとしてますよね。素直になんか格好つけずに喋るというか、
本当にその時の気持ち、今の気持ちをね、喋、はい、ってくれるんで、聞いてて、うん、なんか気持ちがいいですよね、こっちも。もう J リーガーのね、たまにヒーローインタビューもかなりその作り込んだようなね、ことを言う選手もいる中で、やっぱりああやって個性出ますよね。もう緊張してますとか、ああいうなんか姿見れるっていうのは嬉しいですよね、はい、やっぱり。まあ、それぞれもね、ピックアップしてお話ししていきたいんですけど、西川は個人的にはビルドアップのところで反省点があったという話していましたね。そうですね、うん、まあただそんなに気にする、そうですよね、今日の内容だと気にすることはないと思いますね、ディフェンス面ではいい、いやいいと思います。前の出足も強かったし、また三宅しおりも復帰間近で今日ベンチ入りもしていたということでね、うんうん、センターバック争いっていうのもちょっと気になるところですよね。そうですね、はい、まあ、ただかなりもうアピールできてるんで、うん、石川で行くんじゃないですか、はい、三宅押しのけてっていうことになるとね。そうですよ、三宅代表でしたからね。はい、杉田もね、本当に左サイドっていうのが定着してきました。そうですね、うん、すごい選手ですよね。左サイドもできて、ボランチもできて、はい、もう多分どこでもできますからね、うん、その2つのポジションできちゃえば、代表でも左サイドで先日のトレーニングキャンプ試していたということでね。そうですね、スピードをね、はい、あの切り替えのスピードを還元したいってこと言ってましたけども、やっぱり本当に代表行った選手がねチームに与える影響って大きいと思うんで、引き続き杉田ひなには頑張ってもらいたいと思います。高倉監督も視察に来ている中で、高瀬はいいアピールになったんじゃないでしょうか。いや相当いいアピールと思うんですよ。そのオーバーヘッドキックに皆さん目が行きますけど、はい、その他にもやはりプレスバックであったり、うん、ポストプレーであったりっていうのは、はい、やっぱり光るもあったんで、そこの評価はかなり高いと思いますね。まだまだフリーランニングが本当に上手ですよね。上手ですね、はい、あれもやはりサイドバックやってたから、どこに走ったら嫌とか、どのタイミングで裏取れるとかはよく分かってるんでしょうね、うん、まだまだやれるって、フォワードでやれるってことでしょうね、あれね。そうですよね、うん、オーバーヘッド体が反応しましたっていうのをびっくりしましたけれどね。反応しないですよ。したとしてもオーバーヘッドに映らないですね、体がね。やはりもうスケールの違いっていうのを見せた高瀬、残り3試合4ゴールで通算100ゴールなるか、今後にも期待です。それでは今日のゲーム、3対1であいなく勝利しました。近藤学人さんとともにハイライトで振り返っていきます。アイナクの先制シーンは前半7分でした。そうですね、落ち着いて、本人も言ってましたけど、はい、吹かさないように意識してって言ってましたよね。本当にその通りですね。インサイドでコントロール、はい、もうディフェンスいるけれど、とりあえず枠に飛ばそうというようなね、まあ、もうゴールにパスするってねよく言うんですけど、はい、その本当にいい例ですよね、移籍後初ゴールとなりました、石川綾香。選手の喜び方もいいですよね、はい、まあ、愛されてるっていうのがね伝わりましたね。そしてこの水野の、ね、岩渕パス良かったし、岩渕のボールも良かったし、高瀬の取り込みも良かった。高瀬が潰れて右足持ち替えて過ぎた、ね、高瀬は2人引っ張りましたからね、はい、もう岩渕のボールも見事でしたけど、まあ、この高瀬の動きもフォワードですね。そうですね、はい、杉田も自分でね、はい、フィニッシュに行ったっていうのが良かったですね、はい。前半のアディショナルタイム、ね、セレッサのチャンス、さらにこれも杉田ひなですよね。林がコーナー、田畑がヘディング、ね、2点分の活躍ですね、はい、杉田ナイスカバーでした。これ入ってたら本当に分かんなかったですからね、流れを左右するプレーでした。2対0とリードして後半、これもうまかったですね、はい、スルーして岩渕のシュート。まあ、田中美奈のスルーもそうですけれども、そうですね、コンビネーション素晴らしいですね、これも杉田ね素晴らしいですね、溜めて溜めて、鮫島がオーバーラップしてワンタッチで上げて、競り合いの中でこぼれ球を高瀬がオーバーヘッド、ただ高瀬もこれニア最初入ってるんですよね、しっかり、はい、でここ詰めに行って、こぼれたところをオーバーヘッドって、なんかもうフォワードとしての能力すべて詰まってますけど ね、しっかりここもディフェンス当たりに行ってね、ニア入ってこぼれ球詰めてオーバーヘッドって全部やってますから ね、 そうですね、フォワードの動き。最後これはこれもいいミドルでしたね、田中智子のシュートだったんですかね、そこから押し込みましたね、井上のゴール、あ林
あ、北村ですね、北村ですね、北村のシュートクロスバーで競り合い、最後押し込んだ井上、いいシュートだったな、ね、会場沸いてましたもんね。いや、少し度肝を抜かれるプレーでした。70分、アイナック、これね、この距離からヘディングで、はい、田中美奈がヘディングですからね、ちょっとね、おそらく思ってたよりボールが来なかったと思うんですよね。それに対してしっかり入って、あのねじりというか、あれ、まあ、なかなかできないですよ。少し距離が遠い中でもしっかり頭を振って、あわやゴール、まあ、ちょっと田中美奈はね、4試合連続ゴールで止まりました。ゴールランキングの争いも気になるところ、まあ、ただゴール以上にね、もう活躍が素晴らしいですよね。本当そうですよね、まあ、今後にも期待のできる内容、このままの流れで残り3試合、そうですね、あと岩渕がね、そうですね、心配ですよね、大怪我じゃなければいいんですけどね、はい、で今日からまたこれファンクラブ会員に向けてのサービスということで、そうなんですね、お見送りなんですよね。なるほどなるほど。ハイタッチは去年まであったんですけれども、まあ、ハイタッチはせず、ね、お見送りという、これ嬉しいですよね、今まで戦ってた選手を、はい、本当に目の前で見れますからね、やっとこういうことできるようになってきたんですね、けど、はい、ですよね。さあ、近藤さん、最後にセレッソに対しても一言いただけますか。そうですね、セレッソは本当に若い中、はい、スイッチの入れ方とか上手だったんで、あとはもう共通理解、そして自分がやってやるんだっていう気持ちを大事に持ってほしいのと、まあ、あの岩渕のところは不運だったんでね、はい、あまりその深刻に受け止めることなく、次に向かってね、はい、はい、切り替えてプレーしてほしいなと思います。また時事説にね、このカード組まれているんで、そうですね、セレッソがどう修正してくるかっていうのもポイント、ちょっと楽しみですよね、はい、はい、今後にも期待のできる両チームのゲームでした。2020プレナスなでしこリーグ1部第9節新阪ダービー、アイナク神戸レオネッサ対セレッソ大阪堺レディースのゲーム、3対1アイナク神戸レオネッサ勝利を収めています。このゲーム解説はヴィッセル神戸などでご活躍されました近藤学人さんでした。近藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。アイナック神戸の今後の試合日程です。次のゲームは11月7日土曜日、ホームで行われます2020プレナスなでしこリーグ1部第16節、アイナック神戸レオネッサ対野島ステラ神奈川相模原ノエビアスタジアム神戸で午後1時13時キックオフです。アイナク神戸レオネッサオフィシャルファンクラブステッタ2020年度新規入会受付募集中です。観戦チケットの先行販売やアイナック神戸カラーを配した特製 T シャツなどお得な特典多数用意しています。ご家族やお友達と一緒にステッタ会員としてアイナック神戸レオネッサを応援してください。詳しくはアイナック神戸オフィシャルホームページご確認ください。アイナック神戸オフィシャル YouTube チャンネルアイナック TV ウェブ、次回ライブ配信のお知らせです。次回は11月7日土曜日、ノエビアスタジアム神戸で開催されます2020プレナスなでしこリーグ1部第16節、アイナック神戸レオネッサ対野島ステラ神奈川相模原戦です。アイナック TV ウェブでは2020年シーズンのアイナック神戸ホームゲーム全試合ライブ配信いたします。朝日放送テレビが毎週月曜深夜にお送りしている日本サッカー全力応援番組 J フットニスタでは、
J リーグ関西4クラブとアイナック神戸の最新情報が満載です。番組のアイナック神戸の情報コーナーは放送後に YouTube でも配信されます。次回の放送日時はご覧の通りです。詳しくは朝日放送テレビのホームページで確認してください。CS スポーツチャンネルスカイ A ではアイナック神戸ホームマッチ2020GO4IT と題しまして2020年シーズンのアイナック神戸ホームゲーム全試合を放送いたします。放送日程など詳しくはスカイ A のホームページでご確認ください。